はい、恋愛に役立つイルファンの番組のグッドヤセと申します。今回は第214回です。録画したのは2023年2月7日です。はい、僕の著書名はグッドヤセで主に女性向けの恋愛指南書を10冊以上書いています。今日ご一緒してくださるのはコチコさんです。コチコです。は、まあ、いつもの通り近況を言ってね、コチコの質問に行って、今週のニュースに行って他のコーナーをしていきます。はい、コチコさんの近況何かありますか？近況は、はい、ちょっと走りたいんで、はい、今回もまた、はいはい、YouTube チャンネルコーチコの部屋で、はいはいはい、いつも、はい、ゆるふわ番組では、うん、コーチコの質問を考えてくださっている、はい、ライターのコーンさんが、はいはいはい、ひとコア怪談を書いてくれました、はい、あの優しいコーンさんね、はい、優しくて怖いコーンさんね優しくて怖いコーンさん、はいはい、でそのなんてやつですかそれは今回作品はごめんなさい。ごめんなさいね。聞きました。ありがとうございます。どうでしたか？それ言っちゃっていいですか？うん、聞きたいです。まあこれ一回皆さん止めて一回聞いてからここに戻ってきてほしいんですけれども、やっぱちょいやすごく良かったですね。何すごく良かったけど僕思ったのはなんだろうな、まあいろいろ正直に言います。僕いろいろ考えちゃう方じゃないですか。はい、物事を素直に受け取らずに、まず、その暴走族って言われた瞬間、うん、ちょっと笑っちゃったというか、あ、そうなんだな、へ、あ、ちょっと古いですよね。あ、それは私も思った。話が古いな。時代がいつなんだってまず分かんないわけですよ。聞いてる時に、うん、で暴走族って聞いた瞬間、千葉とか茨城が浮かび、うん、あの昔の話なんだなとかまず思ったわけですよね。うんうん、で、まあ彼女が、凛としてすごい美しいとかいう話が始まるわけですよ。そうするとまあね、あの剣道のをしているとてもそのスラッとした美少女が浮かぶわけですよね、うん、でそれをごめんなさいごめんなさいって言ってその後でこう、うん、なんか出てるみたいなの聞こえるでしょ。でそこで終わってるじゃん。だから何っていうか、なるほど、僕だったら、まあ、あれあれでいいんですけど、例えばですよ、はい、僕は右目が見えないと最初にね、うん、僕は右目が見えない、これはまた右目が見えた頃の話だとか言って話始めますね。いや面白い。だからそのごめんなさいごめんなさいって言って去ってたと暴走族が呼ぶじゃないですか。あ、これで右目が見えないのかみたいなところまで持ってきたらいいなと。って分かりますか？分かった、はい、じゃあぜひ書いてくださ これそれしか頭にないじゃん。あれって本当の話なんですかね？多少本当じゃないのかな。じゃあの美少女はコーンさんってこと？いやそれは全然分かんないんですけど、私はなんかそのビーバップハイスクールみたいって思っちゃったんですよ ね、 そうね。で私の世代じゃないんですけどビーバップハイスクールって、はいはいはい、でも、はい、あのその世代のおじさんたちがよくそういう 武勇伝をね私に話して聞かせてたりっていうのがあったので、はいはいはい、なんかその想像がつくっていうかその、はい、やってるいじめみたいな。今一つ思ったけどもうちょっとこっち向いた方がいいかもね。僕の方を向くと影がいっぱい嘘位置が悪いこれ。いやいや、そうこっち向くとあと光の当たり方がこうなるじゃん。じゃあ赤坂だからもっと前出てよって言った。だからもうカメラ見て話せばいいかも。僕の方見なくていいかも。いい、今日は博士の顔喋ったじゃん。わかりました、はい、はい、でだからそのなんだろうな、そうそうビーバップハイスクールね、そうそうそう、うん、おじさんたちが武勇伝をね、なんかその、うん、いじめの仕方が現代のいじめじゃない感じがして、はいはいはい、なんだろう露骨なんかそれも障害っていうか犯罪、ホッチキスを女性でもなんかこめかみにガチャガチャってやるいじめとかね、そんなのあったんですか？ありますあります。口の中に画鋲いっぱいで殴るとかね、なんかそういうノリじゃないですか、あのコーンさんの怖い話って。そうそうそう、だからんこれってもしかして最近でもあった事件なのかなって思って不安になって最近のニュースを調べたけど、はい、とりあえずそういうのはなかったからよかった。暴走族じゃないもんね 今は単体？何？暴走族って呼び方はもうしないしないっていうか暴走族いないと思うんだよね。たまに聞くんですけどね、はい、すごい走ってるの、はい、そうそうそう、たなんだろうな、半グレとかなんか、あ、そうね、半グレなんだろう、まあ、そういうなんか違う呼び方だと思うんですけどね、うん、あでも博士のそれ面白いね、はい、そうそう、でやっぱみんな鈍いんで多分聞いてる人って、うん、こう分かりやすくした方がいいのかなって思ったんですよ、うん、でも私すごい博士がコンさんにアドバイスしたじゃないですか、はい、前回、はい、文章が上がってると思った
遂行能力が。そうですよね。そうですか。なんか分かりやすくなってると思って、なんか博士も前回言ってたのが、うん、文章を書くときに、うん、こう何も知らないで聞く人が、うん、こう情景が浮かぶようにした方がいいって言ってたじゃないですか、はい、で私もコーンさんの文章って、はい、統治法が目立つなって思って、はい、なんか一箇所だけ統治法ポンって使うとそれがアクセントになったりするんだけど、はいはい、セリフが全部統治だと、うん、あこれ誰が喋ってるんだろうっていうのが分からなかったものもあったんだけど、うん、今回はすごい分かるって思ったっていう、うん、偉いなコーンさんは素直ですよね。そうね。でその内容で博士一回書いてください。いや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 。それ面白そう。いやだ多分口の中に電球を入れられて殴られたのかな。例えばなんだろうな、先輩とかでも長くなっちゃうのかな、分かんないけど、うん、なんか会社でその同期の女性と話しててなんか口の傷どうしたんですかみたいな質問をされて、そこから思い出のように話すとか、でも思い出のように話すと怖くないか。なんか今絶望的なほどになんか体のどっかが欠けている方が怖いのかな。怖い怖い、本当に怖いよ。それそれぐらい怖がらせないといけないですもんね、うん、そっか。じゃああれは呼び出しみたいな感じだからどうなったので終わってるのがちょっとわからないというか、だって僕だったら普通に警察に電話するし、私も電話する。だったら怖いことわからないじゃん、うん、それか、その呼び出される前に、まあ、その女の子は、転校してきて、うん、ある時からそのみんなその女の子が距離を置くことになったとか、なんか入院したとか、なんかわかんないけど、なんかいろんなことがあってからの僕は呼び出されるとか、分かります。だから自分は今主人公になってますね。主人公、その男の人が最後に呼び出されるんだけど、うん、なんか知らないけどこのモテるはずの彼女がだんだん避けられるわけですよ、うん、かなんか丸々山田君は今日休みですみたいな、なんかこう不思議なことが起こってってこれかみたいな、こう振りを聞かせるとかですかね。面白い。やっぱその、はい、書く人によってそういうアイデアが違うの面白いな、うん、今聞いてて。書けばいいじゃないですか。いや私は下手だ。難しいもん文章。まあね、そうですよね。わかりました。はい。いや面白かったですね。じゃあまた概要欄に。概要欄に。あもちろん貼ります。はい。ぜひみんな見た後でこれ見てると思いますけどね。はい。はい。他に最近面白いのないですか。そのコチコの部屋でこれ聞いた方がいいよっていう。面白いの。ショート動画最近頑張ってます。はい、私は。ショート動画でこれ聞けっていうのあります。一家崩壊。あ一家崩壊も載っけてください。はい、載せますんで教えてください後でね、はい、一家崩壊は誰が書いたんですか。それも全部にちゃんショート。あ、にちゃんショートね。階段をやってて、一家崩壊、面白い。にちゃんショートで、このね作品って、うん、ちょっと男性にとってすごく怖い話だったから、うん、男性が見たら、まあ、変なコメントつくだろうなと思ってたら、うん、案の定変なコメントついて、なんかやっぱ変なコメントつくと、変なコメントってどういうこと。性的なコメントとか。そうでもは削除してもよかったんだけど、はい、いつも私ちゃんとコメントつくと、はい、コメント返してるのに、はい、その人のだけ削除っていうのもなって悩んだ末、ね、うん、より怖い話にしてくれてありがとうございましたって返信したみたい。いいじゃない。そしたらいいねついてた。あ、いいじゃない。それ一番大人の処理ですね。はい、家庭崩壊、まあ、それ内容ここで言っちゃダメですよね。もうだって20秒で終わっちゃうからね。そうか。でもなんかそのイントロみたいじゃないですか。見たくなるような。イントロのイントロ。家庭崩壊って誰かの家庭が崩壊する。20秒だもんね。だからじゃあ一番最初のフレーズだけ言うと、はい、今日大人のお風呂屋さんに行ったから始まる。面白いでしょ。私だから見た瞬間に、で最初はね。見たくなるな。見てるでしょ。だからね、1時間でもうすぐ2000回見られてた。ああ。で。本当はそこ、大人の風呂屋さんって私は言葉を変えたの。ああ、本当はソープランドとかそういうこと？露骨な言葉だったから、うん、あ、これってもしかしたら YouTube からなんか警告とか来られたら嫌だから、確かにそっちに言葉を変えて読んだ。正解ですね。そのなんかソープランドとか言うとなんか18歳未満ですか、大丈夫ですかみたいなの出ちゃったりしますもんね。そう、出る。はいはい。そこから家庭崩壊なんだ、うん、しかも20秒後に。それがすごい面白かったの、私の中では。そうか。僕思ったのがやっぱりそう、よりすぐってだけ乗っけるとはどうなんですかね。うん、それもそうですよね、うん、なんか最近それも思ってきて、はい、意地でも週に2本動画上げたいって私は思ってたんだけど、うん、
なんか疲れてきちゃって週一でいいから、なんかショートでも普通の朗読でも、うん、いいものだけをあげるにしようかなとも思ってきてる。よりすぐったものっていうのはどういう意味ですか、私にとってじゃなくって。あの、いや、こちこさんが本当に面白い、これはだいたい、まあすごい面白いのと普通のやつって結構わかりません、うん、いや、でもこれも面白いことに、はい、パチンコ屋さんとかもそうなんですけど、はい、うん、設定全部1でも設定全部6でもお客さんって興奮しないんですよね。なんか、あ、そういうことね。あ、でもそれね、わかるわかる。普通普通クソいいとかっていうのがあるからお客さんも来るんですよ。それはね、でもね、あのインターネットの世界でも言われてることなんですけど、最初は面白い面白い面白い続けなきゃいけなくて、うん、それが続いた後に面白くない面白くない面白いってなっていくとより、うん、いいんですよね。本当にそう、本当にパチンコ、多分そのパチンコでハマるのも最初にハマったからそうなるんでしょうね、うん、最初にいいいいいいクソ、いいいいいいクソってなると、そうそう、毎日来たくなる。そうそう、毎日、そうそう、次はいいんじゃないかみたいなことですよね。どっちがいいのかっていうのは、まあ、まだ試験中。あるいは本当にいいと思ってる時なんか、なんかマークをつけておくとか、自分の中で、はい、あの動画の左端とかに、よりすぐりみたいな。いや、あとね、最近思ったのが、うん、その当時もう2年ぐらいやってると、うん、2年前のって自分の中では、うん、その時できる精一杯のことをやってるから、はい、上出来って自分で思って出るんですけど、はいはい、今再録とかってもやってるんですね、はいはい、2年前のもう1回朗読するって。そうすると、うん、ああ、こういう風に読んでたかとか結構気づきがあって、当時は完璧だったのに今もっと自分が。具体的なもの何かありますか。いや、うーん、ここがこうだった、あれですかね、あのアクセントが違うとかですか。最近はでもそれも個性だと思ってるから無理に直さないようにしてるんですよ。へ、なんか結構朗読で跳ねてる人って、うんうん、どこの地方の人なんだろうっていう感じで喋ってる人がすっごい再生されたりするから、なんかもうこれがこちこさんみたいな個性になればいいなと思って。確かにそれはありますね。なんか別にアナウンサーじゃないから美しく読む必要もないし、うんうんうん、と思ってますね。でもあんま癖がないじゃないですか、喋り方。あ、本当ですか。たまにでもなまってるって言われる時あります。あ、そう、どこかが。え、でも博士もなまってますよね。本当、うん、なんかね、イントネーション違う。どこの訛りっぽいですか。え、名古屋だっけ。名古屋知ってて言ってる。知ってるからだよね。あ、そっかそっか。で、喋っててイントネーションあれと思う時あるから。あ、そう、なるほど。でもなんかあのナレーターで、生き残る人ってもっと激しいじゃん。あの喋り方がすごい違うじゃん。うんうん、なんかそれはそうじゃないみたいな。うんうん、なんだっけ、若者。べしゃりべしゃりべしゃらないみたいな。アナゴさん。すごい特徴的じゃん。うん、そうじゃないじゃないですか。そうですね。もっとだから個性を出した方がいいのかもしれないですね。ちょっと東北っぽく喋るとかね。あ、そうですね。あとはまあ有名なあの稲川淳二的な。うんうん、だからとかなんか早口。そうできたんですね。女性って難しい。でもなんか、女性、たらこぐらいしか浮かばないよね。怖くないじゃん。そしたら怖くないね。お分かりいただけただろうかみたいな。私はだからその女性のあえて名前言わないけど朗読者で好きな人がいるんですよ、うん、怪談朗読者で、うん、その人の私モノマネ得意だからちょっとモノマネしてるところある。そういうちょっと待って、モノマネ得意なんですね。あ、だからその人って滑舌すごいよく喋る人なんですよ、はい、でそれがなんか怪談ってどっちかなんですよね。ボソボソ喋って、うんうん、って聞こえない感じの女性と八尺様から始まるような。そっちも面白いな。でしょ。だからその人を意識して喋ってる。そうなんだ。へえ、面白い。そうかも。確かに。はいはいはい。すごいそういう八尺様って感じするわ。でしょ。聞いてて。はい。そう、なんかそうボソボソよりも私は私の個性はそっちだろうなと思って。跳ねてほしいですね。だから書いてください一作。いや、時間がないんで本当に。終わりました。ありがとうございます。気が向いたら。はい。近況までもうないですか。どうぞどうぞ。僕はそうね、マイマリッチミセスマイマリッチスクールっていうのが始まったって話をしないといけなくて、はい、あの2月からあの結婚した女性が夫婦関係を良くするために入るマイマリッチスクールっていうのをみっこり先生主催で始めたんですよ。そっちはみこさんの方なの。そう、だから僕もあの参加しますけどね。うーん、だからそうなんだろう、生徒で夫が、いや生徒いや生徒じゃないけどね、先生もちょっと辛いんだよな。一応先生でも、まあ、一応先生ですね。先生って、まあ、夫婦関係がめちゃくちゃうまくいってる人がなるべきじゃん、うん、で僕普通なんですよ。
普通なんだ。普通なんだろう、あの別にその多少不満もあったりするし、なんかあるじゃん、そのうまくいってる先生ってもうラブラブじゃなきゃいけない雰囲気じゃないですか。ああそうかもね、ちょっとうそくさいけどね。そうそう ね、リアルじゃないと思っちゃうけど、まあ、三越先生はすごいうまくいってるっぽいんですよねうまくいってるんだと思うんです、はい、でも僕は自分で振り返って普通だなと、なんだろう、そのまあ妻が例えば1週間とか親の元に帰ってる時があれば、ちょっと気がほっとするみたいなってあるんで、果たしてそのミセスマリマリの先生になっていいのかっていう疑問があるんで、ちょっと距離を置いたんですが、まあ男性の心は分かるんで、まあそういう意味では参加できるんですけど、まあとにかくまあ夫が不倫してるとか、夫にモラハラされるとか、あとなんだろうな、離婚をこう突きつけられたみたいな緊急事態の人はぜひ参加した方がいいかなと思いましたね。それは僕やり方分かるんで。離婚危機ってあったですか？離婚の危機はないよね。いや分かんないじゃん、危機って。分かんない、今日急に言われるかもしれないよね、はい、そうだよね。しかも僕は何にも悪いことしてなくても、あの妻に好きな人ができたらもうやばくなるもんね。確かに、はい、そしたら沈黙しかないというか受け入れるしかないですよね。いやまず反省すべきところはあるでしょうね。例えばその今僕のことはまあ具体的に言わないけど、あの果たしてその鼻が豚みたいな太っちゃったからねなんかさ、抹茶もよく豚バラならずよね。その時抹茶なんか言います？え、なんかそれをなんかアナウンサーの人にまた豚バラ鳴らしてるって言ったら、なんかうるせえみたいなこと言って、あ、言ってました抹茶でも太ってないもんな。まあそれは置いといて、何の話忘れちゃいましただから危機離婚危機ね、ああ危機ね、うん、そうそうそう、あ、まあ、もし僕が危機だったら多分、まあ、3つぐらいありますよね。まず男性として見られてないってことになっちゃうんで、まあ痩せる必要はやっぱありますよね。でも太ってないよ。なんかさ、姿勢悪いからもっとさ前来てくださいよ、ね、はい、顔がほらピントがあれだよ、黒いな僕すごい黒いじゃん。色白じゃないじゃん元から。そうね、普通ですよね。あ、これ普通ですね、はい。まあ、それは、そうそう、で、まあ、それ男性らしさですよ、うん、男性らしさ。それから居心地の良さってないと。居心地の良さって多分その相手方の常識と関係してますもんね、うん、その相手方がすごい神経質だったら、例えばなんかあの髪の毛ほこり一つ落ちてっちゃダメみたいなところだったら、うん、もう僕も部屋とかいろんなところにワイパー、あのクイックルワイパーかけまくらなきゃいけないとか、ね、コロコロしたりね。そうそうそう、まあ、そういう反省をしてから、うん、であとその離婚の理由を知りたいですよね、うん、離婚したいっていう理由、実は男がいるとしたら本当のこと言わないと思う。言わないかもしれないね。まあそうね、言わないかもしれないんだけど、なんとなく探れば分かる気がするな。でそれが男だとすると、まあ、男と冷めてきたらまた話変わってきますもんね。はい、みたいなことを工夫していきますよね。私の友達で離婚裁判、はい、マックスまで引き延ばして離婚した人いる、はい、マックスって8年だったかな。あ、それぐらい。とにかくあの生活費は欲しいから、別に離婚いつだってしてあげてもよかったんだけど、はい、それもちょっと復讐みたいな。払わなくなったりしないの？いや、 お金持ちだからやっぱ旦那さん。あ、払でもお金持ちだとしても払わないって言ったら離婚してくれそうじゃん。だって子供もいるしさ。あ、子供もいるの、ね、養育費もあるし、もう8年間絶対払ってもらうって。いい、ね、別に離婚が欲しいわけじゃなくて、お金は欲しいからって言ってた、うん、でも男が身勝手で離婚するんだったらそれでいいと思いますよ。でもね、尻尾はやっぱね、つかめなかったって言ってた、探偵雇っても。あ、そうなんだ。いや、じゃあなかったかもしれないですね。いや、あるんだよ、だって離婚してすぐ、そしたらすぐ結婚したから。お、尻尾を出さない、うん、その探偵、あの男性の方に行ってもっとお金もらったみたいなね。まあ、分かんないですね、はい、そしてそうすればね、なかったって言えば両方からお金もらえますからね。ああ、でもなんかそれもちょっと特殊な詐欺。怖い話だね。怖いね。あれ、今日のニュースみたい。最後にバチャッと開けて、こうお金をいっぱいもらって終わるみたいな。はい。何の話これ？宣伝。あ、そうそう、ね。マイマリ。マイマリじゃない、ミセスマイマリ。はい、皆さんちょっと覗いてみてください。はい。多分、初月無料かな、なんかだと思うんで。はい。何人ぐらいいるんですか、ミセスマイマリ。まだね、2月から始まったばっかりだから人数聞いてないけど、まあ、まだ20人ぐらいになっちゃう。まあ、わかんない。はい、まあ、ミセスしか入りませんけど、ね、マイマリからミセスになった人が基本行ってるんですか？今はそうですが、2月からどっからでも入れると。うーん、だから今、ミコリ先生がうちの恋愛ユニバーシティで
あの夫婦の聞いた脱出チャンネルというのを始めましたね。あ、なんか見たかも。あ、みこさんの番組でじゃなくて、ユニバーシティで。恋愛ユニバーシティで、うん、はい、あの池さんっていううちでその恋愛ユニバーシティを運営している管理者が、うんうんうん、はい、と2人で喋ってます。その人も若い人、おじさん、おじさんですよ、もう全員、うん、あ、そっかそっか、はい、へー、はい、年齢秘密かもしれないけど、あ、結婚してて、そこでは明かしてないんだ。明かしてなくて、まあ、結婚しててなんかこんな妻がこうとかいろいろ言って、それはこうですよみたいな。え、じゃあそれからなんか私のとこのブログにガチョウさんが次、はい、ミコリーさんの番組出るからコジコ様見てくださいねって。で、それそれそれ、うん、それガチョウさん出てます。あ、そうなんだ、はい、わざわざ宣伝に来られたよ。優しいな、あの方は。え、あ、それに出るの、ガチョウ。もう出たと思います。奥さんも出てんの、それに。いや違います、出てない。多分あのガチョウさんだけだもん。こんな奥さん辛いですみたいな。バレたら怒られそう。バレたらやばいですよ、はい。いろんな男性がいろんな悪口言ってる、奥さんが。あ、はい、じゃあ何、そのガチョウさんで出るわけじゃなくて、男性、多分ガチョウさんで出てると思いますよ。まだアップされない。だってガチョウさんってだって本名じゃないでしょ、あだ名、はい、だからバレないと思ってるんじゃない。いや、でも名字文字ってるだけだから。そうなの。ああ、そう。まあそういうことですね、はい、面白いですね。顔出してるの。顔は出してないと思います、声だけ。声だけ、はい、すごい。じゃあ見てみます。はいはい、あお、ガチョウさんもミコリさんも喜ぶ。なんで博士知ってんの。あ、博士が、じゃあ何、総合編集。いや、僕も絡んでるんで。僕そのだって恋愛ユニバーシティとかで運営している一人なんで。でやっぱり、あ、その話をすると、まあ、ビジネス的な話をすると、うん、やっぱり今恋愛ユニバーシティを含め普通のサイトで CM しても何の意味もないんですよ、うん、で僕 の恋愛ユニバーシティのメール曲がって3万人ぐらい送れるんですけど、うん、多分全然もう見てないんですよ。メルマガって見てます？見てない。見てないでしょ。博士から来るわ言われてみると。ああ、そうそう、ヤフーメールかなって。そうそう、だけどだからメルマガって意味がないってことが分かり、サイトでの CM も意味がないと、うん、あとインスタグラムとか YouTube で広告を打ったりもしたんですけど、うん、全然効果がないんですよ、うん、効果があるのはやっぱライブなんですよ。ライブなんだ。ライブなんですよ。だからこっちこの部屋ライブもやった方がいいですよ。めんどくさー。まあ、夜、毎週夜、なんか水曜日の夜とかにやって、うん、皆さんこんにちは、すごいなんかろうそくっぽい暗い明かりで、こっちこの部屋のこっちこですとか言ったら、もうみんながこうか、うーん、それでこう多分1000人ぐらい一気にいきますよ。あ、そうなんだ、はい、やってください、ぜひ。考えときます。ライブはすごいいいです。へー、はい、で、それが良かって、で電話相談も一時期全然僕に対する電話相談も来なくなってたことがあって、うん、でも YouTube ライブ始めたら4月まで埋まってますから。もう2ヶ月先。そうそうそう、うん、だから、あ、博士まだいたんだみたいな、へ、懐かしいあの博士がみたいなのがあるんで。過去の人になって、過去の人になってたけど。まあ YouTube やってるのを見て検索とか、最近 YouTube でしません？するする。なんか困った時の検索も、例えばなんだろうな、うーん、卵焼き、なんとか焼きの作り方とかでも、別にその クックパッドとか見ずに YouTube で探したりしません？うん、ショートとかでも探したら、ね、うん、だからもう YouTube なんですよね。そうかもしれない、はい、へえ。だからあのうちの運営がまた、YouTube ショートやってやりましょうと言われたんで、うん、ショートしまくってます。してる、毎日上げてる、はい、もしかして、ね、週2で上げてます。毎日はもうネタがないって言ったら週2でお願いしますって言われて。すごい。あの変なニット帽をかぶってやってる、あれもそうなんですよ。あれは僕は普通の髪型でやってたら、うん、それだと普通のおじさんじゃないですかと。だから髪いつもボサボサだからじゃない。いや、なんか、GW だから なんかとにかくこの人だって分かる何かをつけろって言われたんですよ。目印みたいな。目印みたいな。あ、このニット帽この人だって分かればいいって言われたんで、それを買ってきてつけたんですよ。あ、そうなんだ、そういう意図があったんだね。そう、面白い。だからそう考えてる人がいると楽ですよね。楽楽、はい、あとマイクを変えろとかいろいろ。これそう、それもそう、これは会社で買ったやつなんだけど、音が悪いのは結構あの致命的だと。むしろ、まあ、こういうこれもそうですけど、みんな 音が重要だらしくて、うーん、今日もあのちゃんと入ってればいいけど、はい、そうなんだ。その入ってないっていうのはよくわかんないね。あのリハーサルしたけど ね、これ入ってるはずですけどね、はい、今のところ入ってますね、はい、大丈夫ですか。私のも入ってるんですか。多分入ってますね。触らない方がいいけど触るか。入ってますね、これ、はい、これ入ってますね、はい、はいはい。じゃあそんな感じで近況終わりで、じゃあコチコの質問もういいんですか。宣伝は他に。宣伝はいいですね、はい。なんかさ、あれやんじゃないの。なんでしょう。
オフ会やるとかって言ってた。あ、オフ会やりますね、確かに。いいのやなくて。そうだ、3月18日の土曜日か日曜日正確に日にち覚えてないっていう。ちょっと待って、どこでやるんですか。都内のどっか。あんまり言うとやばい人が来るかもしれないんで。あ、そうだね。そうそうそう、確かに。あ、だからこっちで告知しないのか。いや、して、してた、忘れてただけこれもニコリ先生が、あの3月の後半にオーストラリアから日本に来るんですよ。だからニコリ先生そういうの大好きじゃないですか。好きですよね。だからまあやってくださると、主催でね。で、3月18日ですね、午前の部と、あ、お昼の部と夜の部があって、お昼が婚活、夜が復縁だったかな。だからゆるふわじゃないんですよね。あ、セミナーもやるんですか。セミナー、そう、セミナー&オフ会みたいな。あ、じゃあ何、その一つの会場で、はい、ケータリングかなんかですか。ケータリング、そう、ある会場に来て、来て、でセミナー借りてやって、うん、ケータリング食べながら、うん、でその後僕がみんなの机を回り、ちょっと相談に乗るみたいな。でまたあれでしょ、1分とか来たことありました。あったよ1回で、みんなに。その時まだ詳しく知らない時ですか。いや、アシスタントやってた。あ、そう、うん、あったな。あった、あった。それで私は相談ないからどういいですって言ってあげた。なんか飲み屋みたいなとこですよね。そうそうそう、はい、思い出しました。で怒られた、なんか私と丸さんが大騒ぎしてたらここのテーブルだけ声でかいよ確かに恐ろしい2人が集まってきましたからねはい、はい、でそう、ゆるわな番組でもオフ会やりたいなと思ったんだけど、アシスタント3人をどう扱ったらいいかが分かんなくて、みんな個性的だから、あ、扱いが、扱い、その3人を一緒にしていいのかみたいな、塩素となんかアルカリみたいな混ぜると危険なのかなみたいな。漂白剤、そう、なんか塩素が出てあるじゃないですか、混ぜると絶対にみたいなあるじゃないですか。あ、そうだよ、なんかさ、やってくれればいいの。でもやるとしたら、お食事会、まあ、僕はもちろん行くでしょ。で、はるかさんね、こちこさん、あかりさんが来るじゃないですか。どうしたらいいですかこれ怖くないですか。怖いか。で、そこにケイオさんとかいたら怖い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 、核融合を、人核融合、そうそう、だからできないんですよね。そしたらみんな集まって楽しそうなんですけどね。ね、まあ、コーンさんが来たりとか。あ、コーンさんね、コーンさん呼びたいよね。はいはいはい、まあ、まあオフ会だったら来てくれるだろうな。顔出さない、外にね、出るわけじゃないですからね。そうね、こういうのってさ、はい、今までね、質問してきてさ、この人だったんだって言われるの嫌だかもしれないしね。うん、そうそうそう。まあそんな感じで、まあオフ会考えてないんですけど。考えてないの。だからそれが混ぜるのは危険になっちゃうんで、うん、怖いなと思って。でも一応そういう意思あるんだそういう場合は博士が全部出してくれるんでしょ、金。いや、金はみんなが出しますだからコチコさんとかあかりさんとかはるかさん出さなくていいんじゃない、はい、だってね、お客さんというか、お客なんていうの、 なんだろうね、ゲストというかホストお金出すで、我々ちょっとまあ出演料みたいなみんな分けてね、多少利益も出して、うん、でみんなで仲良くしてみたいな。へえ、やりたいんですけど、だから無理です、ね、考えてるんだ、考えたことがあったんだ例えばでも、例えばこっちこ陣営に5人ぐらいいて、はるか陣営に例えば12人とかいたらちょっと嫌でしょ、うんうん、ね、陣営ってあるんですか。あるでしょう、かばって、あんたさっきこっち行ってたじゃないみたいなことないですか。ケイオさんが、あれどっちにも行ってるわよみたいな言わないけどね、そういうことはね、言わないけど、そうそうそう、それが怖くてできないんですよね、はい、うん、まあそれはさておき、はい、じゃあいよいよ河野さんの質問いきますか。はい、あ、そうじゃあ練習を一回もしてないかもしれないけど、名朗読お願いします。はい、よくこれ河野さんの質問って分かったね。私河野さんの質問って書き忘れたって思っちゃった。いや、河野さんの質問しかないでしょ河野さんしか書いてくれないでしょこれ。いや、すごいいい質問だなと思ってね。いい質問ですよね、本当に。待って待って、下書き、はい、じゃあその間つないでますかね。はい、コチコの質問。このコーナーはコチコさんの友人コーンさんから送られた質問を僕グッドル博士が答えるというものです。はい、で大丈夫ですか。大丈夫、お願いします。コーンさんは復縁ライブも毎回見ているので、うん、他に相手がいないために相性の合わない人に執着して悩んでいる人も多いだろうなと思い、今回の質問を考えましたという補足を付け加えてから、はい、コーンさんの質問に行きたいと思います。好きになってくれる人がいないの対処方法を教えてほしいです、うん、1番、容姿を磨くことが大事だと思うのですが、普通体型の人が痩せてもあまり変わらないし、
周りに整形をした人もいるのですが、特にモテるようになっていませんでした。また自分を含めて女性らしい服装をしていても一向に好きになってくれる人は現れません。容姿を磨いても好きになってもらえないときは何をするべきでしょうか。素晴らしい読み方ですね。ありがとうございます。これどうですか、感想は。思うことあります？容姿を磨く普通体型の人は、あ、そうそうそう、私思ったのが、はい、普通体型の人はあんま痩せない方がいいと思った。いつも私が断食すると博士が、はい、やめた方がいい、やめた方がいいって言うし、はいはい、あとね、この間それ思ったのがね、はい、紅白歌合戦年末に見てたのね、はい、で篠原涼子っていう女優さんが、はい、うん、昔の自分の曲を歌ってたんですよ。愛しさとかとか、そう、切なさと心強さを歌ってた時に、はいはい、なんか役作りで太ってたらしいのね。なんか自分のいつもの体重というか体型じゃなかったらしいんだけど、うん、なんかドレス着て歌ってたんだけど、うん、そのなんて言うんだろう、メリハリがあって、変に痩せっぽっちの人よりかっこよく見えたんですよね、うん、太ってるとかじゃないんですよ、はいはい、だからといって多分元が細いから、うん、なんか筋肉をつけたのか、ちょっと役作りで体重重たくなったらしいんだけど、うん、それ何歳でもってこと？なんか年齢って痩せすぎだとシワシワっぽくなっちゃうのが、そうそう、西川綾子みたいになっちゃった。ああ、そう、あれ、うん、そうですね、すごい細い、うん、そうするとなんかこう骨張った感じになっちゃいますもんね。だからなんか痩せない方がいいのかなと思っちゃった。この質問だとこう最高の見た目になってもあんまり意味がないんじゃないってことですよね、うん、そうですね、面白い質問と思いました。ああ、そう、なんか分かりました。じゃあ僕が考えたことを言うと、うん、確かにおっしゃる通りで、例えば、まあ、僕がやっているマイマリッチスクールとかね、はい、婚活をしているマイマリッチスクールとか、はい、あと電話相談とかでも、まあ、綺麗な人多いんですよ。へー、あー、本当になんか、芸能人並みの綺麗な人も多いんですよ。でもうまくいってないから相談してるわけですよね、うん、でみんな、まあ、復縁ライブでも多分コンさん復縁ライブを見て思ったんだと思うんですよね。復縁ライブにすごい綺麗だと自らおっしゃる方も来てるんですけど、いっぱいいるんでしょ、そういう人が。復縁ライブ、まあまあ何でしょう、みんなから綺麗と言われますみたいな、でもうまくいってなくて全もう騙されまくってるんですよ。で僕思うに、やっぱり恋愛でうまくいくのって駆け引きがうまい人ですよ、うん、それはそう思う、はい、見た目はある程度でいいと、まあでも それなりに気を使った方がもちろんモテるんですけど、見た目はある程度良くてあとは何だろう、男性って生き物を知らないといけないと。である人は、何でしょうね、ずっと結婚するって言われてる男性に、まあ、結婚するとか言われているのにもかかわらず付き合ってはいないっていう、しかも体の関係を持っているみたいな、最悪じゃん。でもそれ信じることおかしくないっていう、おかしいよ、そんな、それ自体だからその人男を知らないわけですよ。見た目を、その人にいつも復縁ライブで言ってるのは、見た目を磨く前に男を知れと、そっちに金使えと、うん、いろんな整形みたいなこともしてるらしいんですけど、まあ、で、なんでもあるじゃん、こう中注射打ったりとかいろいろね、それはもういいと、そこに金使うんだったら駆け引きに使えって言いましたね。なるほど、はい、あと私表情も大事だと思ってて、今その話だとね、うん、結構年齢いくと注入しまくって顔パンパンになってると、うん、なんか笑っても、え、笑ってるみたいな、確かにある人とかもいて、うん、だったらなんかこう笑った時にできるシワって、うん、私は可愛いと思ってるんですよね、はい、僕もそう思う。その変に注入してブックブクになってるより笑ってるっていうのが分かる顔って可愛いと思うから、はい、表情とかも大事かなと。表情大事ですね、確かに。それすごいいい話で、あ、これマイマリッチスクールの生徒さんのこと言うとまだ私かと思ってへこんだりとかするかもしれないけど、でも何人もいるんじゃないの、そういう人。何人もいるんですけど、うん、2割ぐらいがそうなんですけど、うん、まあきうーんと、まあ、まあまあまあとか言って怒られちゃうからあれだけど、綺麗な方なんですけど、なんか 2,3 回のデートで終わっちゃうんですよね、うん、そういう人が、2割ぐらいいるんですよ、うん、でそれは何かっていうと、まあ、やっぱ表情がやっぱりね、薄い、素なんですよ、そうそうそう、薄いの、リアクションが薄い、うん、で、疲れてるとか言われたりとか、あとなんか、怒ってるって言われたり退屈って言われたりするんですよね、うん、それもったいない、もったいないね、そうそうそう、そういうの得意になればいいのにね、そうなんですよ、うん、でまあ、伝えるんですけど、やっぱもう習慣になっちゃってるんで、気づいたら素になってるっていう、あ、はい、それだからそれ大事ですよね、うん、はい、
だからなんか整形するより私そっちの方が大事だと思う、うんうんうん、その普通に挨拶するとかね、うん、会ったらおはようございますとかっていうのも、うん、ただツンとしてるよりずっと可愛いと思うし、うん、そういう表情が行動に現れるかなとも思っちゃう。そうね、だから、まあ、まさにポンさんが言ってることに答えると表情もそうですよね見た目だけじゃなくて、だから見た目を磨くことはでも大事ですよね。で見た目を磨いてる人ってみんなね、なんか一個だけ頑張るんですよね。見た目頑張ってる人は見た目だけどこまでも金かけるっていうか、うん、であと駆け引き頑張る人は駆け引きばっかり頑張っちゃって見た目にかけてないとか。それ意味ないよね。それも意味ないね。それもうーんと難しい、伸びしろがあるのにこっちあの見た目の方が、うん、だからバランスですよね、うん、バランス大事、はい、そうそう。セミナーいっぱい来てるけど実行してないとかね。うーん、はい、あ今いるんですか。います、実行しない人ね。あの人来てる。あの人って言っちゃダメですよはい、あの人は来てません、分かんないけど。じゃあ次いきますか。はい、はい、この1番目の質問いい、なかなかいい質問ですね。さすがですね。さすがコーンさん、うん、2番目、身も蓋もないですがある一定の年齢を超えると恋愛対象にされにくくなります。35歳以上で恋愛に困らない人の特徴を教えてほしいです。これはどう思いますか。これもやっぱ私人によると思ってて、うん、私の友達で35歳になってからの方がモテたっていう人結構いるんですよね、うん、だからなんか特徴ってあるんですか、その人たちは。はい、いや特徴は、まあ、みんな綺麗だ、綺麗は綺麗ですよね。じゃあ35歳以上でもう綺麗だったらモテるから問題ないと。汚いよりは綺麗でも35歳でこうモテなくなったりとか、35歳だけどモテるとかないんですか。いや何がっていうのは分からないから、じゃあ教えてください。ああなるほど、うん、そう確かにね、綺麗な人はあのやっぱり35歳以上になっても恋愛で困らない人との特徴ではありますね、うん、あの婚活とかでもすごい綺麗な人はやっぱ相手は見つかるは見つかりますよね、うん、ただ、まあ、ちょっと話外れるけど、それでもそういう人たちってより高い男性を望むんで、うん、結局決まりにくいっていうのはあるんですよね。はい、であとその35歳以上の女性が何歳の男性とあの結婚なり恋愛したいのかっていうのが結構重要で、ある程度そのアラフォーに近づいてくると、なぜか20代があのなんていうかな、私やっと年下があの範疇に入ってきたんですよみたいなことを言う。20代が嫌じゃないの。そうなんですよ、20代が嫌なんですよ自分はこれまで年下はすごく嫌だったけど、この年になってやっと年下が、好きになれるようになってきたんだけど、いや遅いよそれ違うんですよと、うん、まあだからその若い男性でもかっこいいはかっこいいですもんね、うん、若いから。でもだから単純に好きな年齢が一定なだけで、あなたがこう動いてるだけですよと、あなたがただ年を取っただけですよっていうのがあるんだけど、そうなると難しいんですよね、うん、35歳だったら、まあ、40歳とか45歳とかだったらまだうまくいきますよね、うん、それ35歳以上なのに26歳とかを狙っちゃうと難しいですよねっていうのがあるんで、うん、あの相手の見た目やスペックだけじゃなく他のものに魅力を感じられる人は恋愛に困らないだろうなと思いますけど、うん、はい、あとあの、まあ、これすごい僕は古い例えで止まってる、 なんか誰か浮かんだんですか。いやいや今じゃ博士がもし独身だったら、うん、私をね振り向かせようと思ったら何してくれるんですかって聞こえました。ああ、でも言わなかったんだ何するかな。いやだって最初はさ、はい、分からないわけじゃないですか、はい、本当はお金も持ってて、はい、本も書いててとか、はい、スペックいろいろ持ってても初めて会う場合って、ああ僕のことは分からないとか、ね、分からなかったらどういうふうにアピールしてくれるのかな、まあ、最初の出会いがをちょっと工夫しますよね。服最初の出会い方を、出会い方工夫ね、工夫、うん、お前工夫滑舌が悪くてね工夫します、はい、あのまず誰もが知ってるあるいはすごく権威のある人が主催する飲み会に、うん、博士すごい人だよって言わってもらいながら、うん、あここの方こちこさんってそこの博士ってすごい人で、うん、恋愛本すごい書いててみたいなことを言ってもらう出会い方です、ね、うん、あずるそれしないとなって普通に会ったら変なおっさんね、キモいとか言わないよ。だから最初の出会い大事ですよね。ああ入り口大事。なんかそれあのアンカリングって言って最初の出会いで結構決まるって。いや決まる決まる。第一印象ってすごい重要。だって私それ引きずるもん、あの SNS ですごいこの人感じいいなって思ってたのに実際会うと、
こういう感じだったみたいな人もいないですか。いますいます、はい、イメージ違ったみたいな。じゃあダメじゃん。いや、あ、それが最初ってことで、うん、それが最初だと、うん、あ、もうこの人ないなみたいに思っちゃうから、うん、そうね、そうね、だったら会わなきゃよかったみたいな人も結構いるからね。それはなんか例えばまたマイノリティスクール結構やってるんでその話ばっかりになっちゃうんだけど、タバコを吸う人は絶対嫌だっていう女性がいたんですけど、うん、だから条件はタバコを吸う人全部外してるわけなんですよ、うん、ところが同級生に紹介された男の子がいたと、うん、でなんか仲良くなって、うん、途中でタバコを吸うことが分かったんですよ、うん、そしたら私の前に吸わなければいいに変わってましたから、ね、だから それがもしマッチングアプリだとしたらタバコを吸うでも最初に切られてますもんね、まあ、アウトだよね、はいはい、へえ。だからまあ出会い方を気にしますよね。なるほど、はい、面白い。じゃあいいんすか、次行きますか。 あともう一つあったんです、うん、もう一つはあのこれ古い例えになるんだけど、すごい僕その例えが古いところで止まってるんだけど、うん、あの小倉優子が優子リンと呼ばれてた時期ありますよね、うんうん、あの小林生、小林生からやってきたって、あれ26歳ぐらいで辞めたんですよね。あ、そうだったんだ、はい、26歳ぐらいでちょっとこうブランディングを変えたんですよね。あ、そうかも、なんか、はい、そんな星あったっけみたいな。そう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 、私千葉県から来てますみたいな。そうそうそう、だからその可愛いだけで済まされる年齢が多分26ぐらいまでだと思ってて、それはそうかもね。そっから中身が大事になってくると、なんか不思議ちゃんすぎると、そうそうそう、なんだろう、 ぶっ飛んじゃってる人みたいな、うん、プッツンみたいな、なんか疲れる、うん、ね、はい、そうそう、なんでそっから多分パートナーとしての魅力と呼ばれる退屈しないとか癒されるとか、うん、どうしました？すっごい今画面暗くなってたからびっくりしたもん。こっちこの部屋やめてくださいよ。びっくり。え、なんなの？今は今暗くなった。照明、うん、え、今照明ずっと明るいですもんね。照明はついてるはずなのに今画面真っ暗だったからびっくりしたの。このカメラが寿命なのかもしれないですよね。電池ありますよね。あの赤いの、あ、赤いのついてますよ。ついてますもんね。うん、びっくりした、はい。後ろの赤いのもついてますよね。え？あのお尻側に赤いランプついてません？見えないよ、さすがに。あ、見えないか。あ、見えた見えた。鏡に映ってる。あ、映ってる。光ってます、うん、はい、光ってます。オッケー。暗くなったんですか？うん、今、えっと思って、止まったのか、心霊現象か。わかりました。心霊現象ありますからね。この回だけはありますからね。いや、この回、いや、この、ここじゃなくて、この回、このコチコ参加会だけがあるんですよね。なんか、会が、はい、なるほど。呼んでる。あ、違う、自分が呼んでるんだよ、あの例のあれ、ね。2台から出てきた人。2台、ああね、サンルグ、サンルグ、サンルグ、ね、はいはい、ここもさ、ボロいね。そうね、トイレさっき入った時びっくりしちゃった。あ、確かにね、あのなんか東南アジアに旅行に来た感じですよね。あ、感じする、はい、え、男子トイレもそうなんだ。男子トイレとかあったっけ？ここ男子トイレだから私わざわざ下まで行ったんですよ。あ、ここ男子トイレ。ここは男子だよ。あ、わかりました。あ、そうか、なるほど。いや、女子トイレは見てないんで分かんないけど、男子トイレは東南アジアっぽかったけどね、はい、手洗うとこその場にあるやつでしょ。そうそうそう、あとなんか、座面が低い。便座ありますよね。便座あるけど低くないですか？普通もっと高いでしょ、位置が。よいしょって座った瞬間に、ね、うん、まあ、その方がいいんですよ。そうそう、だからこういう会話大事ですよね。会話大事、会話ができる。あ、そう、会話できない人いるじゃん。そうそうそう、はあはあ、あの会話も面白いのが、うん、例えばこれもよく挙げてるんだけど、あ、画面見ててくださいね、やばかったら教えてください、はい、あのそうそう、ある男性が、何でしょう、違う例にしよう、あの前回も同じこと言ったんで、まあでも同じこと何回も言ってもいいか。あの、暗くない？今、うん、暗くてなんか、暗いよね。あ、今暗くなって明るくなった。何これ、この現象何？暗くなった。何これ、さっきこれがあったの。あ、何これ、どこが悪いの？いや、あ、これが動いてんのかな。いや、このカメラもう古いんじゃないかな。カメラがおかしいよね、これね、うん、カメラおかしいかもね。カメラも頑張ってるから、もう10年ぐらい頑張ってると思う、多分。ああ、じゃあ寿命かもね、はい、すごい暗いよね。どうすればいい？いや、いいんじゃない、気にしなくて。いい、うん、はい、まあ、それはともかく、なんだっけ、すっかり全て忘れて、あ、そう思い出した。男性がプロフィールとかマッチングアプリだとプロフィールにいろいろ書いてあるわけですよ、はい、はい、そこで例えば、僕は、なんだろうな、バスケ、やサッカーで、南米にいたことがありますみたいなこと書いてあったら、それ絶対掘ってくれってことだと思うんですよ。でしかもなんか会話、最初ってマッチングアプリって、マッチングアプリ内でメッセージのやり取りをするんですけど、いや、あの、はじめまして、こんにちはみたいな、なんかスポーツやってたんですか、女性がね、で男性が、
ああ実はあの南米でサッカーやってたんですよ、うん、あそうなんですか、私はテニスやってたんですよ、もう終わりみたいな、うん、そう南米でサッカーやってたんですよに関しては食いつかないといけないと思うんですよ、うん、にも関わらずその僕が見ている一人の女性、人気の見た目が可愛らしいのに1回2回で終わっちゃう女性は、うんうん、あそうなんですか、私はテニスをやってますってもう違う話になってるんですよね。わかります。だからこう会話してても僕南米であのサッカーしたことあるんですよって言っても、すごいですね、私はテニスなんですよとか言っちゃうんです、ね、自分の話にしちゃうんだね。そう自分の話にしようとそしてるつもり、ね、うるさいねここ うるさいけどね、これマイクが近いんで多分あんまり取らないと思う。そうなんだ、うん、だから自分の話にしようとしちゃうと、うん、その男性はさあそういう人なんだと思っちゃうかもね、うん、か気づかないとしてもなんか退屈、なんかこの会話退屈だと思っちゃう。わかるわかる。でも別の女性に行くと南米行ってた、え南米ってどこですかみたいな、どこどこなんですみたいな、南米って野球のあやサッカーのなんかなんていうのかな、すごいとこですよねみたいなことをいっぱい掘っていくと彼がいっぱい喋りたくなり、実は社会人でもサッカーやってたとかずっとそんな話が盛り上がるわけですよ。で帰りになったら、ごめん僕はサッカーの話ばっかりしちゃったねみたいなことになったら大成功なのに、なんか行ったり来たり繰り返してるだけ、なんか涙目になってません？本当？だから私じゃない、太ってるから。いやそんなことない、太ってる太ってる。え何な何何怖い。いや今全然違うこと、うん、上、ね、うるさい。ああそうです、そういう気が散ってましたよね。あのこうなんか目はこっち向いてるけど心にあらずみたいな顔してたんで。いや太ってるってずっと思われてるかなと。一番自分のことしか気にしてない人じゃん。いや今の、体型は一番僕はあのいい綺麗だと思います。なんかね、はい、その私にコメントくれた人がそれを言ってて、はい、なんかどの回見たのか分かんないけど、すごいグッドル博士とコチコさんこんなに仲いいと思わなかった、コチコさんのこと褒めまくってますよねって言われて、はい、どの回多分私が多分断食今日してないから太ってるでしょって言った時に、いや今の方がいい今の方がいいって、いや本当に今の方がいいと思う、すごい言ってる回をその人見たんだろうなと思って。痩せてる時僕褒めてないですもんね、うん、だってやつれてるやつれてるとか、うん、老けて見えるとか、そうそうそう、そう今が一番いいですよ。あそうですか、はい、で何ですか。あいや何ですかって僕はその今自分の話を聞いてくれる人がモテるって言ったのに、全くコチコさんは聞いてないっていう。だって涙目になってるとか全然違う。なんか目がこっち向いてるけど、なんかこうなんていうの、ロボットの目みたいに、なんかこう心ここにあらずみたいな。聞いてますみたいな。いやすごい、私さ音に敏感じゃない。ああそうか、外もここ隣結構うるさいですよ、ね、小学校でしょ、うん、そうそう、で今何やってんのってぐらいうるさいから、ここはだからそのなんか、ダンスコンセプトがなんか国際的にいろんな国仲良くなりましょうみたいな。だからトイレとかにもなんか張り紙ありませんでした。あったなんか。だからなんか楽しくなんか、フォークダンスとか踊ってるのかもしれないですね。気にならないですか？いやそういう、僕はなんかこう心の持ってき方として、例えばざわざわしててもカフェとかだったらそうじゃん。カフェだったらいいけど、これ収録だから。カフェっていう風にこう思うようにしてるし、うん、あでもこのマイクが近いからすごい。ほとんど気にならない。気にならないと思う。いやだから私はもうちょっと職業病じゃないけど、ああちょっとうるさいと、これ全部拾っちゃう。取り直し。ああそうそう聞いてる。ありますよね、なんか人の YouTube 見ててもピーポー。そうそうそう。うん、そうありますね。はい、でもう一回お願いします。だから話をねちゃんと。全然聞いてなかったけどね。そうですね、そうなんですよ。そうそう、あのさもう一個いいですか。はい、あと会話上手な人って。はい、まあ、だからそれは男性も女性も察せないとできないことなのかもしれないけど、はい、さっきみたいに私がふって笑ったりすると、今何が面白かったんですかとかって博士とかって掘ろうとするじゃないですか、うん、だからそういうのをお互いがしないと会話って長続きしないかもねとは思う。確かに目ざとくないといけないですね、うん、ツッコミ力というか。そうそうそう、あそれはある。でもほら私はあんまり突っ込まれるとどういう意味ですかみたいになるから、ちゃんと人を見なきゃいけな い確かにね、そうそうそう。でもどういう意味ですかって一回でも言ったらやべえと思って気をつけろっていうアラートが鳴る、アラートが鳴るんで次から会話を補正しますよ、うん、それ大事ですよね。でもそれはね、人に合わせて自分をカスタムする。それってだからどっかで磨いてんでしょうね博士は。みんな磨いてる人と磨いてない人がいて、つまり磨かないと難しいだろうな。難しい、だって人間って絶対そうじゃん、うん、あのあこういうことコチコさんどこで磨いたんですか会話、うん、
やばい、やっぱいろんな人と喋ってるから、はい、揉まれるっていうか、あこの人こういうこと言ったら嫌だろうなっていうのは表情とか仕草とかずっと私見てる、うん、だから人の顔はそれはもう子供の頃から子供の頃からなんかあったんですか、辛い人間関係的なもの、ね、辛い人間関係じゃなくっておばあちゃんだ、例の そうそう家族関係でもそういうのがあるからいつも大人から可愛いって言われるような子供を演じてた、だから子供の時から大人だったと思う。そういうのがあればいいんですけど、まあ、たまたまその全然苦労せずに育ちその見た目が綺麗でチヤホヤされてるとされたまま婚活を始めちゃうと、うん、もういきなり婚活を始めてるって僕と一緒に婚活を始めてるってことはうまくいかないってことなんで、うん、まあ、35歳ぐらいになって、遊び人の男性ばっかりに遊ばれるけど、うん、ちゃんと真剣に結婚を考えてる人からは選ばれないが起きるんですよね。ねえ、かわいそう。遊び人はだって見た目が綺麗だったらもういいわけなんで、会話なんかこっちが盛り上げてやっちゃえばいいみたいな、で数回でバイバイみたいな。そうそうそう。でも向こうは真剣に考えてる人は一生パートナーにしなくちゃいけないっていうのもあるんで、いやなんか楽しくないな、なんかこの人自分のことしか考えてないな、さようならみたいな。でもさ、自分のことってさ、みんな自分のことしか考えてないっていうのはね、はい、しょうがないんだけど、うん、それをだからどういうふうに見せるかですよね。その婚活の場で初めて会った時に、あまたこちこさんと会いたいなって思われるような、うんうん、雰囲気だったり仕草だったりトークだったりができるようになったらいいね。だから僕は婚活はだから仕事だと思ってますよ、ね、あそうですね、はい、あ言ったあこの話してないや、知りましょうか。いやあんま詳しくは言えないんだけど、はい、そのなんだっけ、婚活アプリ用の写真撮影現場をこの間見てきて、へでやっぱすごいね、あのその人は被写体になる人はみんな自分がね写真綺麗に撮られたいじゃないですか。そうですね。コーディネーターをちゃんと連れてきてる人がいて、そのお客様がってこと、ね、お客様がちゃんとコーディネーターを連れてきてて、もうコーディネーターの言いなりにやってて、うん、もっとメイクはピンクを基調にとか、うん、なんかメイクとかヘアスタイルも、うん、あこういうのはダメ、もっと髪巻いてあげてとか、うん、すっごいなんか注文されながら、うん、アプリ用の写真なのかなああいうのって、うん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 、を撮ってたのを見て、うん、すごい。結果どうでした、見ました、結果。うん、いや私最初それ顔その被写体の女性の顔を見てなかったから、なんかモデルさんでも来てるのかなって思ってたら、あの普通の人で、お姉ちゃんどころか結構おば様、うん、年齢いってる人で、はいはいはい、でも後ろ、まあ、だからこそ大事だよね、後ろ姿だったから、はい、あの若い人かと思ってたんですよ、はいはいはい、すごい結構フリフリっぽい服、はいはいはい、なんか露骨にフリフリしてる服着てたから、はい、若い人なのかなと思って振り返ったら、あ、違ったんだと思って、ね、違ったんだ、まあね、うん、でも多分婚活用の写真って、うん、ザ・女性みたいなファッションの方が、うん、あのいいと思う男性も多いだろうなと思った。それはね、結構違うは違うんですよね。だから的外れなことも結構あるんですよね。うん、暗くなりました、うん、まあ、すごいなってる。だもうもうすぐこいつは寿命が終わりますね。はい、で何ですか。はいはい、でそれはさておき、そのフリフリ婚活はちゃんとした結婚相談所用の写真 と、アプリ用婚活アプリ用では違うんです、うん、あ違うんだ、だからか。で婚活アプリ用でたまたま間違えてるのか、ちゃんと撮ってくる人がいるんですよね。つまりそのさっき言ったコーディネーターをつけて、うん、まあ、男性も女性も何枚もかけて多分お金撮ってるんですけど、うん、めちゃくちゃ浮いてるんですよね。綺麗すぎる、綺麗すぎるというか、なんか写真な雑誌の表紙みたいになってるんですよね。うんうんうん、だから例えば男性だったらなんか、ツタヤのなんか、恵比寿とかどっかにあるような、目黒とかにあるようなちょっといいカフェっぽいところあるじゃん、うん、そういうところ貸しスタジオみたいなところで本を読んでて、後ろの、書棚、うん、本棚がこうぼんやりしてるみたいな、うん、お前誰っていう感じになってるわけですよ。潜在写真みたいな、潜在写真みたいになってるんですよ、うん、なんか、うん、そういうのがいっぱい撮ってある。スナップショットでも女性がなんかこう鼻もニコニコみたいな、鼻もってニコニコって人生において多分一回も普通ないんですよ。ないない。そういうのが並んでるんですけど、でもそれってあんまり可愛いと思われないっていうか、引いちゃうというか浮いてるというか。でもそのいや別に太ってると思ってませんよ。もうお腹触ったから。そうそう、うん、まあまあそれさておき、それよりもなんか友達とワーイとかなんか飲んでるところとか、うん、あなんかナチュラルな、ナチュラルな、うん、スナップショットが絶対いいんですよ、うん、だからその辺が分かってないコーディネーターも多分いるんだろうなと思ってて、あそうかも、うん、まあ、どうなんだろう、だからどこで撮る か、 だからそれが結婚相談所用だったら正しいですね、うん、なんか、うん、そこのスタジオで聞いたら、うん、今やっぱ
婚活用のそのお写真撮る依頼が多いって言ってたから、うん、あやっぱそういう時代なんだねって話を聞いた。そこはヘアメイクもスタジオについてるんですよ、うん、だからなんか多分楽ちんだからそこで撮る人が多いんだろうなと思って、まあ、ヘアメイクついてるとこ多いですね確かに、はい、でお洋服だけ自分が何着か持ってきて、うんどれがいいか試着して、それ合ってんのかなって気になりますね。なんかやっぱその私が見てたのはその女性は元 CA さん、うまいよ、客室乗務やってたっていうのをなんかこう売りにしたいみたいな知的で、うん、でもあの2パターン撮りたいみたいな知的な雰囲気と、うん、あの接客の優しさというか、あとはその女性的なフリフリしてる感じと、はい、2パターン撮りたいんですみたいなのを言ってたのがね、うん、聞こえたから、ああ本当に潜在写真だなと思って見てた、ね、うん面白い。まあ何の話か忘れたけど見た目ね、見た目の話でしたっけ。いや分かんない、なんでその話になったか。じゃあ次行きますか。いいですか、はい、さっきも答えたか、こかなり答えた気がする、ね、身も蓋もないですが歩いての、あだからね、だからこれが表情の話だっけ、コミュニケーションとか、ね、コミュニケーションの笑顔とか、ね、笑顔、そういう、うん、あとはなんか年下ではなく年上だったらいいですよとかね。そうそうそう、はいはい、年下行っちゃってもね、なんかやっぱ自分の方がまた頑張んなきゃいけなくなっちゃいそう、うん、いやほとんど相手にしてくれないし、そうだよね、うん、あとまあ婚活で言えば結局あの結婚できないってことが多いですね、はい、はいはい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。3番、はい、好きになってもらう機会を得るためにはマッチングアプリ一択なのでしょうか。知り合いに見つかったり素性のわからない相手を見極め素性のわからない相手を見極めるのが難しそうで抵抗があります。マッチングアプリ以外でおすすめの出会いの場を教えてほしいです。好きになってもらえない女性は他に誰もいないせいで自分と相性が合わない人に執着してしまいがちだと博士は何回かおっしゃっていて、心の奥底から激しく同意しています。太ってもいなく女性らしい服装をしているのに好かれにくいため悩ましいです。博士が指しているように年齢の影響かとは思うのですが、好きになってもらうのを諦めたくないです。なるほど。3番目 その好きになってもらう機会を得るにはマッチングアプリ一択なのでしょうかはどう思いますか。いや私もそのマッチングアプリが本当全然わからないから、すごいと思っちゃいます今の人でも。あと博士もやってたことあるって言ってたから、うん、昔ね、はい、いやだから全然もうマッチングって言うと私の中で出会い系みたいな印象があって、はいはいはい、出会い系は苦手ですか。なんでかっていうと友達がやっぱり出会い系の桜のバイトとかしてたりすると実情も知ってたりして、はいはい、うん、やっぱ結局そういうところもビジネスって絡んでいってるからみんながみんな純粋に出会いを求めているだけじゃないっていうのがあって苦手です。あまあでも最近、まあ、10年前とか20年前とか、まあ時が経つにつれてマッチングアプリは安全になってると思うんですけどね。で、ここに素性のわからない相手を見極めるのが難しそうって書いてあるけど、マッチングアプリは今はすごく素性がわかりやすいところではありますけどね。つまり最初に会う友達の紹介のが絶対安全じゃないですか。同じ職場のが安全ですよね。そうじゃない場合ってマッチングアプリも遊び系のマッチングアプリと真面目なマッチングアプリがあるわけですよ。遊び系だとタップルとかダインとか東京カレンダー、東京カレンダーは真面目な相手を探してるハイスペ同士を探してたりもするんですけど、かっこいい男性とかわいい女性がいっぱいいるんで遊びにもいっぱい参加するわけですよね。まあ、そういうようなアプリのそれぞれの特徴が分かれば、ちゃんとしたアプリが例えばゼクシー縁結びっていうアプリはすごく安全なんですよ。ペアーズはまあまあ安全だから、そういうのが分かれば素性が分からない相手を見極めるのは簡単だと思うし、アプリをゼクシー縁結びにすれば見極めなくても大抵大丈夫ということにはなると。知り合いに見つかる、見つかっても問題ないだろうと思うんですけどね。見つかっちゃダメなんですかね、恥ずかしい。まあそういうのもあるかもしれない。今恥ずかしくないでしょ、みんなやってません。で見たことないから全然わかんない。アプリのみんなんか、まあアラサーとかアラあ20代アラツーとか言わないもんね。アラまあいいや、アラサー以下はもうみんなマッチングアプリやってる気がするな。へー、はい、うん、だからそんな恥ずかしくもないと思う。アラフォーもアラフィフもそんなに恥ずかしくないはず。なんで恥ずかしさは別にない、自意識過剰かなと思っちゃうと。
うん、でもマッチングアプリ以外のおすすめの出会い、まずダメな出会いは合コンですね。合コンはもう効率が悪すぎる。うん、あの前準備とかをしなくちゃいけないし、まあ朝から準備して、行ったことありますよね、合コンね。合コンあります。ありますよね、はい、合コンってもうなんか、まあ、その日開けなきゃいけないね、大抵土日のどっちか夜開けなくちゃいけなくて、33ぐらいじゃん、うん、最大で33ぐらいですよ。それ以上増えちゃうともう会話が分かれちゃうんで、うん、でその行って違ったなと思ったらもう終わりじゃん。そう ねで向こう、まあ、コチコさんは多分持ってただろうから、こうなんか3人ぐらいの嫌な男が全員寄ってきたら嫌じゃん。嫌だもうそんな感じでも出落ちというか、一日丸一日失っちゃうのが合コンですよね。その感じが自分だけを目立たせようとして、うん、なんか自分なんか変な人連れてきてる場合ないです。ある、ね、女性も男性もある。変な人みたい、自分より可愛くない人だけ連れてくるみたいな。あと看護師さんがなんかと合コンした時に、なんか私一番上で部下2人みたいな、うん、なんか私にあのなんか お茶組とか、その女の子こうみんなにこう、うん、お酒をついたりすると、何あの可愛い子ぶってんのみたいな、なんかなんだろう会社の上下関係が急に合コンに現れたりするとみたいな、あります、うん、あります。とかなんかある男性を女性が好きになって付き合い始めると、うん、いや先輩が丸々ちゃんのこと好きなんで僕手出せないっすみたいな、ちょお前なんで来たんだよっていう、そうそう、合コンはそんなのばっかなんですよ、うん、そうか、はい。でもマッチングアプリだったらね、すごい勢いでこう選べるわけですよ。会うまでにこう弾けるじゃないですか。だから一番いい。すごい オーディションですね。そうなんですよ。あとなんだっけ、あとは、昔流行ってマチコンね。うん、これもね、もうこれこそ数字が全く分からない、はい。それから何があるかな、婚活パーティー。婚活、まあ恋活ですもんね。恋活パーティーか、パーティーの出会い。パーティーの出会い、うん、あの見た目が綺麗な人だったらパーティーの出会いはいいかもね、うん、で、例えば40歳から50歳みたいな、なんかあるんですよ今。パーティーっていうのは結構大きくて、IBJ っていう婚活の会社が、マッチングアプリの会社が買い取ったんですよね。でそこはまあ免許証を提示して参加するんですけど、うん、例えば40歳から50歳の男性と、うん、35歳から45歳の男性女性みたいな区切ったりあるんですけど、いろいろあるんです、いろんな種類が。その中で一番若い世代だ、年齢だったらそこに参加するのがいいっていうのはありますね。ミコリさんはいつもそうしてたって言ってましたね。自分が一番若いところで参加する。若いところで、そうそう、だから35歳から45歳だったら、自分が35歳だったら参加していいけど、45歳だったら絶対行っちゃダメっていう。それだったらもう40歳から50歳の女性に参加した方がいいっていうかへえ、面白い、はい。そういう、でもまあまあね、だから綺麗な人だったら、あーパーティーはいいかもね、うん。あとサークルもね、サークルはいいんですよ。僕はなんか一回やってほしいなと思うのは、まあ、その人の女性によるんですけど、女性の年齢が割と高くてビジネス系の男性を狙いたいんだったら、なんか勝間和代のなんかサークルみたいなのあるじゃないですか、オンラインサロンみたいな、うん、そういうところに行ったら、そういう人たち、なんかそういうのが大好きな、なんかブラッシュアップとか向上心のある人たちが参加してるんで、それありだと思うんですよね、はい。そういうのはいいかもしれないですね。若かったらなんか中田敦彦とかね、のオンラインサロンとかいっぱい、なんか僕はちょっと苦手な、なんかなんだろうな、そのギラギラした男どもが、うん、あ、いそう、いっぱいいそう、仕事頑張ろうみたいなやつ、人たちね、めんどくさい、めんどくさいけど、まあ、そういうのは好きな女性もいますもんね。あとスピリチュアルもなんか最近、私スピリチュアルね、 あんまり好きじゃないんですよね、はい、どちらかというと苦手ってことですね。うん、なんかそこまで嫌悪とかはしてないんだけど、はい、なんかその怪談とスピリチュアルって隣り合わせですね。そうなんですよ、うん、似てるようで似てないんですよ。あ、そう、似ているようで似てないと私は思ってて、うん、でなんかちょっとスピリチュアル系の人たちもコチコの部屋とか私のスタンド FM を聞いてくれるんですけど、うん、はい、でやっぱそういうスピリチュアルの人たちの、はい、なんていうの、サロンがあるらしくって、すごい有名な先生がいて、占い師の超有名な、誰が聞いても名前知ってるような、はい、鏡隆一的な、言わないけどね、はい、その人たちのサロンの中でやっぱ結婚されてる方とかもいるみたいですよ、うん、趣味が合うから。うーん、誰か占って、それに従ったんじゃなくてね。いや、どうなんですかね。だから趣味が合うのっていいなと思った。まあでもなんだろうな、そう、陰謀論サークルで出会った2人が結婚したらちょっと怖いよね。怖いよね。何が起きる、まあでも趣味いいですね。趣味、確かにね、うん、あとゴルフね。
ゴルフか、うん、ゴルフはみんないいって言いますね。あの仕事をちゃんとやってお金に余裕がない人はゴルフしかゴルフしないんで、はい、まあでも真っ暗だよね。真っ暗になってきましたね、うん、すごい怖い。また明るくなりました。今真っ暗って明るくなりましたね。なんだろう、だからどっかで光を感知してるんでしょうね。そんな今日暗くないのにね。もういいよこの暗い、暗くて。そう、いや真っ暗になってますけど。あ、いや明るい、今明るい、うん、いやそれが照ってるもんね。だからこのその画面にこの画面に占める明るさの割合で向こうの明るさ決めてるのかな。なんか不思議な現象ですね、うん、これ、うん、めちゃくちゃ僕に当たってますけどね。ああそっちの方がいいな。ああ眩しい眩しい眩しい、はい、だ全然さ光来ないだから、そうするとだからそのあ今明るい、こちこさんだけを照らすと、でもこれだとこちこさん暗くなっちゃうんですよ。こちこさんだけを照らすと、ああ危ない、パリガシャンみたいな。それも今なんか中途半端にはまってません、ね、ガチャってはめて、はい、はい、もういい、はいはい、そうそうそう、だからそのコチコさんだけが例えば照らされると画面の半分しか光が当たってないじゃん。なんであれが暗くなるんで、まあ気にしなくていいですよ、うん、それはさておき、アプリ、あそれ以外の出会いね。でもそれ以外の出会いってやっぱり時間がかかるんだよな。そう、ね、マッチングアプリが一番手っ取り早いんだよな。あとは普通に職場とかですよね。職場ね、まあ、いつも会う人。でもなんだろう、職場とかサークルでも、まあ、僕のところに電話相談とか来る人や婚活してる人ってあの恋愛が苦手な人とかが多いんで、結論としてそのなんていうか片思いでずっと引き伸ばしちゃうんですよね。職場の人が好きなんでどうにかしてくださいって言うと喋ったことほとんどないんですみたいな。それで好きになっちゃうんですか。いますいます。なんか向こうが怒って顔してるから、今日は彼は私に対して不機嫌だとか言うけど、うん、いやいやあなた喋ったことないんだからそんな彼に影響を与えてないですよと、うん、でもその女性はもう自分のことを言ってると思っちゃってる。へえ。職場内恋愛とかサークルって結構やばいなと思いますね。へえ。あのアラフォーの女性 がサークルにいる25歳ぐらいの男性に片思いしていて、うん、でどうしても結婚したいみたいな。その男性と。そうそう、気づいてもないかもね。じゃあその男性は気づいてないと思いますし、あるいはなんかやばいぞと、うん、怖いかもむしろ。怖いかも、うん、そうそう。でもまあどうだろうな、そうじゃない人から相談を受けないんで分かんない。僕も若い頃にあるサークルに参加してたけど、2人ぐらいの女性からなんか久しぶりに連絡しましたみたいなことがあって、うん、多分婚活の一環だと思うんですよね、その当時の僕に対して。でもなんかそんなわけないじゃんと思うわけですよ。だってほとんど会話してないのに、うん、久しぶりですなんて、映画サークルですけど、映画とかまた見に行きませんかみたいなこと言われた時に、いやこれ婚活してるなって分かってちょっと怖いという。それは博士の肩書きを知ったから、テレビ出たりして。僕の肩書きを最初から知ってますね。僕は研究者の時だもん。あ、そうなんだ、うん、だからじゃない。だからだと思います。はい、したたかだね。いやでもだから分かっちゃいますよね。分かっちゃう、うん、じゃあ次いきますか。面白い。何が出るかというと、やっぱマッチングアプリが最強かな僕は思うのはね。でもさ、その前マリに入るとそのノウハウを教えてくれるの、はい、スタンダード会員とかプレミアム会員はね。でも これ見てる人、あでも最近はあれか、そうです、プレミアム会員とスタンダード会員はあのプレミアム会員、博士プレミアムというのがあるんですよ、うん、それ僕が直接見ますから。それは、僕は手取り足取り。じゃあなんかその会話でこういう風に喋った方がいいよとかも教えてくれるの？まずプロフィールの作り方からですね。へえ、うん。プロフィールって、うん、あのバストアップの写真が最も重要なんですよね。それは、うん、どこもそうだと思う。ね、だってそのすごいいっぱい写真が並ぶじゃないですか、うん。並んでクリックしてから初めて次のステージなんで、ここだけがすごい重要なんですね。でここを気合い入れて作りますよね、まずね。それから今マッチングアプリって写真めちゃくちゃいっぱい載せれるんですよ、10個とか8個とか。だからその中にはなんかそのその女性が写ってないやつも載せますね。何を？料理だけ載せる、料理だけ載せるとか、へあとなんだろう、なんか趣味、健康的な趣味がいいですよね。ヨガとか。ヨガは本人載っちゃうな、載ってもいいけど、なんだろう、単純に花とか、花を生けた感じとか、へなんかその人が好きだったらね、まあ、そういうのも載けたり、ストーリーをちょっと作って、であとその見た目綺麗すぎると、写真とのギャップがありすぎると、あそうそれだ、ね、2回目 なくなっちゃうんで、リアルなやつ1個載せて、リアルだけどちょい可愛いみたいな。お肌加工してる感じ、多少加工して、う
はい、ビューティーにね多少ビューして、うん、あんまり差があるとダメなんで、うん、でも結構僕その見ててあのズームで対談しながら思うのが面談してますよね、うん、写真のブサイクって結構多いですね。あ、全然多いと思いますよ。多いですよね、うん、あとすっごいダサい、まあ、僕も一言言えないけどあの、まあ、婚活はすごい大事なんですごいダサい格好の人がいるんですよ。ダサいってどんな、だってそれでお写真撮ろうとしてるんじゃないの。撮ろうとしてる、だから気にしてないんでしょうねその女性は。だって変な話こういうなんか白いカーデガンとかでもいいわけじゃないですか、はい、なんかナチュラルって、はい、こういうの別にダサいって言わないと思うんですよ、ね、はいはいはい、シンプルなのでいいんじゃないですか。なんだろうな、あのトイレ掃除に来るおばさんみたいな格好、え、水色の割烹着みたいな、なんだろうな、いやなんだろう、いや違う違う、のび太とかに出てくるお金持ち あのちょっと太ったおばさんみたいないるじゃん、ジャイアンのお母さん、そうダイアンのお母さんが、パーティーに出た時みたいな格好みたいな、そんな人いる、まあ、それ多分聞いてる私だと思うかもしれないんでちょっとあれなんだけど、いやそれファッション変えれば、いや私が言えないんだよ名前は、うんうん、ファッション変えればすごいあの全然綺麗になるのにとかありますよね、うん、へー、どんなの、あと LINE のアイコンとかを、うん、なんかお笑いにしてる人もいますね、あの笑わせようとしてるというか、本当、いやそこは LINE のアイコンって顔写真のところでしょ、そうそうそう、あそこになんだろうな、なんか自分似顔じゃない最近、そうね昔からそうです、ね、あそうだそうだ、はい、まあそれはいいとして、なんだろう、なんかギャグにしてるんですよ、ギャグにしたことない、あないですよね、だから そんな私面白いでしょみたいなことだと思うけど、うん、あそうなんだ、そういうメッセージ性もあるんだ、はい、そういうキャラ、いやでもそれはしない方がいいんです、しない方がいいよね、しない方がいい、あのだからそのやっぱり就職活動と似てて、あの就職活動でいきなりアロハシャツではいかないわけですよね、うんうん、そこはちょっと変えた方がいいだろうなと思うけど、その人の面白いキャラを理解してほしいと思ってそれ作っちゃってるんだけど、友達向けにも LINE とか特にそうなんで、それ変えろとか、まあ、そういうのも最初やりますねプラスあのスケジュール立てさせますね、へー、ゴールがないとずっとずっと婚活続けちゃうんですよね、あ、うん、だからまあ最初の3ヶ月ぐらいで出会わなきゃ難しいなと思うんで、うん、3ヶ月以内に恋人作るっていう風にして、うん、であと実際に活動してもらうとなんか好みとか分かってきますね、うん、私は優しくて誠実な人が好きとか言いながら全然リアルになってくると話が違って、もうすごい芸能人並みのイケメンしか並んでないみたいな、うん、はい、それがそっちですねみたいな、うん、なるほどね、まあそんなことですよ、はい、次いきますか、はい、あ、まずあの好きになってもらえない女性は誰もいないせい、他に誰もいないせいで自分と相性が合わない人に執着してしまいがちだ、これね、だからやっぱり、モテない女性って、まあ、見た目が良くなかったら、まあ、普通にモテないわけですよ、ね、リアルな話でもたくさん会えばそれなりに人はいます、出会わなきゃね、まずはね、そう、出会い、お家にいてさ家にずっといるのにさ、うん、出会いないって当たり前だよっていう、それはあります、あるよね、あるし、まあ、見た目綺麗な人でもあんまり出会わないと結局なんか肉食系の、うんと、まあ、セックス至上主義の怪しげな男たちが持ってくるんですよ、うん、やだね、そして後で苦しむみたいな、うん、だから会った方がいいと思うんですよね、あ、絶対会った方がいいですね、はい、そうそう、で他に誰もいないせいでって書いてあるのは、他に誰もいないのはあなたがあんまり会ってないからだよと思うと、であまり会ってないんで特定の人に執着しちゃうんですよね、うん、恋愛経験が少ないと面白いなと思うのは、恋愛経験が少ない人や若い頃にしか恋愛してない人はあのすごい、まあ、1個だけハイスペックの男性がいたりするじゃないですか、うん、見た目が超かっこいいとか、まあ、2個でもいいや、かっこいいくてお金持ちとか、うん、そうすると他のやつも全部それぐらいだろうと思っちゃうんですよね、わかります、見た目が良くてスペックがいいなら優しいだろう、最後にちゃんとケアしてくれるだろうっていうの全部セットだと思ってるんですけど、大抵の場合その2個だけ高くてあとめちゃくちゃみたいな人が、うん、まあたくさんいたりするんで、そうするとこの、うん、と誰にもいない程度自分と相性がない人で執着してしまいがちな恋愛経験のほとんどない女性は、私が悪いんじゃないかとか、私が頑張れば優しくなるんじゃないかと思っちゃってそれに執着するっていう、でもその恋愛経験がある程度あったり男性が分かってる場合は、あ、こいつ2個だけスペック高いけどあとやばいみたいなこれ近づいちゃダメだとか、うん、冷静に判断できますよね、はい、あのお医者さんの女性とかでありがちなこととして、うん、まあ、医者ってハイスペックじゃないですか、うん、だから同僚にお医者さんがいるんでハイスペックなんですけど、うんうん、あいつ医者だ、見た目かっこいいけどやばいやつだから近づくなと、うん、でも医者だから絶対誰かと結婚できるっていう、そのスペックの高いやばい人も知ってるっていうのはあるんで、うん、まあ、ちょっと
彼女たちは分かってるんですけどね、はい、ということがあるんでいっぱい会ってくれと。それから男性っていうのは1個や2個ハイスペックだからといって全部がハイスペックじゃないですよと、はい、心の奥底から激しく同意しますっていうね、この強調のすごい面白いよね、うん、文章激しく同意しますに、ね、心の奥底からっていうね、なんかさ、はい、コンさんのやっぱさ文章って小説より こういう質問が生きるなっていう、確かに確かにそうね面白い表現がなんか、まあでもこれもあのなんかショートも多分磨かれてるうちにこの良さが、ま、生きてくるかもしれないですね。まあ3分から5分ぐらいの方がいいかもな、あのコーンさんの場合。なんか 文章で何かありますか、アドバイス、こういう質問の。いやこれでも分かりやすいですよね、うん、あの突っ込みどころがないですね。なんかほら前よくさ博士がさ質問文分かんないと、うん、私に聞いたりしたじゃん、この質問こちこさん意味わかりますか、はいはいはい、そういうのを 言ったことないから、ね、うんうん、あ上手なんだろうな、さすがこちこチームですね文章が磨かれてる人ばかりが参加していると、はいはい、じゃあこんな感じですかね、ニュースですかね、はい、今週のニュースを恋愛できる今週のニュースを、グッドな長谷川恋愛できるコーナーです。ここは3時半までだったかな確か、はい、え、今そうそう、1時から3時半までです、はい、そうですね、今週のニュースを恋愛できる、今週のニュースをグッドリハセが恋愛できるコーナーです。収容の4人は王様のような暮らし、フィリピン法相が、法務省かな、指輪指摘指摘が指輪と読めた、あはいはいはい、はい、指摘、フィリピン法務省が指摘、はい、フィリピンのレムリア法相は日本の送還を求めている4人について王様のように暮らしていたなど収容所内の様子を明らかにしました。レムリア法相は4日現地のラジオ番組で渡辺優樹容疑者ら4人について周りの人たちを買収するための現金を持ち王様のように暮らしていたと収容所の様子について明らかにしました、まあ、こんな感じのニュースなんですけど、何かありますか。そうですね、私は今週のニュースはこれか、はい、回転寿司かどっちかだろうと。回転寿司であのチェーンのね、寿司ローかなんかで醤油をペロペロした、ペロペロしたとかのどっちかかなって思ってて、確かに。でワイドナショーっていうまっちゃんが日曜にやってる番組も取り上げたのがこれと回転寿司だったから、確かにそれですよね、取り上げるとしたら、うん、だからまあ予想通りのニュースを持ってきたなっていう感じまあこれ持ってこなきゃダメですよね、やっぱりね、どっちかはね、うん、はい、これはだからあれですよね、そのどこだっけ、まあ、日本各地で、あ、そっちの ね強盗、日本各地で、強盗殺人があって、うん、それを指示しているのがフィリピンの、まあ、刑務所の中にいる、うん、あ、刑務所じゃないんだってね、あ、そうなん、収容所、だから収容所と刑務所じゃないんだらしいんですよね、うん、収容所で、に入っている4人の日本人、うん、まあ、そのうちの1人はルフィと呼ばれてて、そいつが指示を出していたみたいな、うん、結構でかいニュースですよね、はい、もうこれについて、はい、ツイッターとかやっぱ私も見るの好きだから、はい、書いてて本当その通りだなと思った言葉が、はい、地獄の沙汰も金次第って書いてあるの、あこの内容が ね、すっごいそうだな、収容所が地獄っていうね、うん、地獄の沙汰も金次第でなんとかなるってことみたいなこと言ってて、うんうん、もう本当にそれをやっちゃってるし、なんか日本だとやっぱ収容所で、うん、そういう看守にお金を渡したからって豪遊なんてできないのに、うん、できないでしょうね、フィリピンとか、うん、逆になんか普通の国だとできちゃうってことみたいなことを言っててね、普通の国、はい、普通の国っていうか、あの日本だとありえないけど他の国だと、多分アメリカはもう難しいと思いますね、あ、そうなんですね、多分南米とかしやすいでしょうね、なんか別にそのフィリピンに限ったことじゃないっていうふうに言ってた人がいて、あ、そうなんだ、なんか日本の常識にいると、ありえないって、そんな職員更迭されて当然だって思うけども、うん、はい、なんかそんなどこの国もやってることみたいなことを言ってて、そうなんだって思った。なんかナルコスっていうネットフリックスの海外ドラマがあって、それはその南米の麻薬カルテルっていうのがあるわけですよ、あの協定、カルテル、カルテルって協定なんですけど、それは麻薬カルテルなんで、うん、コカインとかそういういろんな薬をアメリカに売るあの大金持ち犯罪グループみたいなのがいるんですよ、うん、でそいつらは、牢屋に入っても豪遊できるんですよ、ね、でしかもそれは刑務所のその人たちや警察を買収してるんですけど、
買収がすごくてお金はいっぱい払うけど、うん、もし断ったら家族殺すって言ってるんですよ。で家族が殺されるかお金もらうかどっちがいいですかって言ったらお金もらえますよね。なんですごい買収されてて、政府も結構買収されてるんですよね。怖い。そういう国はありますよ。でもそのコチコさんも買収されません？もしあそういうことになったら、もし刑務所の監修だったりとか、うん、あるいはなんか警察官だとした時に、うん、家族を殺すか、うん、まあなんか今1000万を受け取るかどっちにする？受け取る。受け取りますよね。全然だから国国家権力が強くないとそうなっちゃうと思うんですよね。うん、はい、そうですね。だからでその麻薬カルテルの人たちはアメリカだけに送られたくないってみんな言うんですよ、うん、なるほどね。アメリカに送られたらもう本当に刑務所だから。あ、はいはい、なんかこのルフィの人たちがやってるのって、はい、テレグラムっていうアプリで指示するんでしょ、はいはいはい、あの連絡をしてすぐ消えるってことね。そう、私そういうアプリも全然知らなくって、はい、スワイドのショーでそれを細かくやったから初めて知ったんだけど、はいはい、なの気になるな。また豚バナナ鳴らした。違う違う、ピーンと向こうで聞こえました。でなんか、はい、テレグラム今鳴りましたね、またね。だから今考えてるから、あのね、テレグラムはロシアのアプリなの。あ、そうなんだ。へえ。なんかやっぱロシアってそういう軍事の機密事項がいっぱいあるから、そういう漏れないようにそこで、それは政府が使ってるってこと。そう、政府も使ってるんだって、ロシアはね。で、うん、こういう他の国はやっぱりね、闇の組織とか不倫してる人が使ってるって言ってて、ああなるほど、ね、もう犯罪の匂いしかしないと思ったっていう話。だから犯罪で言うとあれですね、Gメールとかって、うん、送っちゃうとバレちゃうけど、自分の Gメールで下書き保存すると、うん、同じアカウントで開くと、自分のアカウントで開くと見れるじゃないですか。例えば今日あのこのあ、例えばどこどこで食事しましょうっていうのを下書き保存するわけですよ、うんうん、で浮気相手が、うん、同じアカウントで入って下書き保存を見たら、うん、今日どこどこで会おうっていうメッセージが送られてなくても見ることができるわけですよ、うんうん、そうやってやり取りしてる人もいますね。78これやめよう、それ置いといて、うん、いやそうね、あのそうね、あともう一つ、うまあでもそのなんだろうな、あそうそう、この4人のルフィとかあの辺の人たちはもともとは、詐欺、そうね、振り込み詐欺的なとかなんかそういうようなやってましたよね。それが強盗に変わったんですよね。それなんでか知ってます？そっちのお金がいいから。振り込み詐欺の方が関わる人数が多いらしいんですよね。でこっちの方は手っ取り早いらしいんですよね。あのつまり殺人の方が、うんね、関わる人数が少なくて、だからやっぱこの人たちは多分ビジネスマンなんで、悪いビジネスマンなんで頭いいよね。でも そこで僕思ったのが、まあ、強盗しなければまだずっと豪遊できたと思うんですよ。まだその振り込み詐欺とかを組織的にやってた方が儲かってた、安全だったのに、うん、なぜ こっちに行ったことによって多分リスクはね、人が死んじゃったら国が動かざるを得ないじゃないですか、うん、ってことはこれ失敗ですよね、結果的には。結果的にリスクの多い方を取っちゃってますもんね、うん、と思いましたね、うん。あ、今恋愛で切ったんですね。恋愛で切ると、そうそう、恋愛で切ると、だからそうまあ、恋愛できることは考えてたけど忘れたな。どうやって恋愛できることしたんだかな。あ、そうね、王様のような暮らし。いやだからやっぱそうね、今日書いてないんですか、いっぱい。いつもいつもそうね、いつも電車の中でこう 見ながら書くんですけど、電車の中で寝ちゃったんですよね。へえ、なんで風？いやなんだろう、疲れてたのかな。今日暑いでしょ。今なんでわかるんですか。だってここ赤いもん。赤いそうそうそう、あのなんだっけ、ヒートテック2枚着てるから僕のところなんか分かりますか。分かる。あ、すごいなそれはいいとして、そう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 、あったかいから分かんなくなっちゃったけど、そうだから僕主に、手っ取り早く何かをする、あとそれか、あ、秘密をばらされた、どうちょっと恋愛で聞いてもらえますか。え、私はさっきのその合意できるっていうのは、お金持ってると結局何でもできちゃうんだなっていう風に持っていくのかなって一個思ったのね、うん、その地獄の沙汰も金次第っていう風に引っ掛けるんだったら、うん、結局は金持ちは強者だっていう風にしたいのかなって思ったんだけど、うん、まあ、捕まってるし、うん、もうや
ってることがすごいやばいですよね。日本で捕まらないように海外で指示出ししてて、うん、なんかもしそれ送検されても結構難しいらしいですよね、立件するのって。なんかそう消えるようになってるから指示出して、テレグラムがね、うん、だから本当賢いんだなって思ったから、うん、こうあの恋愛できるならこういう頭のいい悪い人たちに引っかかっちゃダメだよかなと思って。なるほど、そうね。僕が最初思ってたのはそれじゃ。でもありがとうございます。全然違うことを考えてましたか、恋愛が。そうね、僕が思ったのはこの人たちが、詐欺をしていれば多分捕まらなかっただろうに、さっき言ったように、急に手っ取り早く手に入れるって方法をしたために失敗したんだと思っていて、なんか結構手っ取り早くなんか結果を出すために変なことをしちゃう人っているだろうなと思うんですよね。わかる。どうわかりますか。例えば自分の言うことを聞かせたいために暴力を振るう男性とか。ああ、それもありますね。恐怖で支配するってそういうことですよね。でなんでかっていうと、一回痛い目合わせれば歯向かってこないだろうみたいな、うん、そうですね。で結局それをやり続けると女の人は本当にいなくなっちゃったりするかもね。その人嫌いになっちゃうからね、うん、はい。あとはまあ婚活をしている時にすごくそのプロフィールとかちゃんと見て選ぶことをずっとしてるわけなんですけど、うん、一部の女性はそれに疲れ切っちゃって、その場で会っためちゃくちゃ優しくて楽しい人についていってしまい、失敗して2ヶ月後に振られるみたいなことがあって、うん、そしてマイマリッジスクール退会するみたいな。へー、そのアフターケアはないんですか。いや、そしたらまあ新しく変えましょうって言いますよね。で本気で恋しちゃうとやっぱその思い出に引きずられる。そ、本気で恋した人が例えば自分の誕生日の日にいなくなったりするんですよ、連絡つかないみたいな。で僕としてはだから言ったのにって言いたくはなるんですよ、うん、でもだから言ったのにってそのなんか傷に塩を塗るみたいな感じになっちゃうと言わないんだけど、うん、まあ傷ついてじゃあ新しい人探しましょうかって言うと本当に傷ついちゃったんでもうやめますみたいな。ああ、かわいそう。でもそうで、その女性にとってはやっぱりその会った時に楽しくしてくれて、うん、なんかまあ奢ってくれてっていういろいろやってくれる男性をすぐに好きになっちゃうんですよね。で我々はいやそれやばい人だと、うん、まあ、いろんな情報から分かるわけですよ。少なくとも今結婚 しようとしてるわけじゃなく、うん、まあ80割ぐらい遊びですよと、うん、やめた方がいい、こっちのもうちょいつまんないかもしれないけど、まあ、年収も高く誠実そうな男性の方がいいんじゃないですか、私は好きになれません。でそれをずっとこの誠実の方と付き合おうと探してたんだけど、うん、ある日疲れてさっき の遊び人っぽい方と付き合っちゃうんですよ、うん、先週面談してないと思ったらもう付き合ってたみたいな、こっちで試してみたいんですと、分かりましたと、多分2ヶ月後に僕の言った通りになるけどとは言いませんけど頑張ってみましょうみたいな。そしたら案の定誕生日にいなくなってて疲れて消えるっていうのが、このやっぱりその手っ取り早い方向に行っちゃうと、うーん、だってさ、その彼女はさ、はい、まだ自分の目も恋愛で男性を見極める目も養われてないのに、なんとなく野生の勘でこっちの方が面白いから行っちゃいました。素敵だからね。それはいや、それもね、1年ぐらいずっと見つからないんですよ。うーん、そうすると疲れません？さすがに頑張ってるのに。頑張ってそこで時々やってくる口だけの男性に対して自分はいいなと思うのにグッといる長谷が、うん、いやそれはやめた方がいいんじゃないって言われるわけですよ、うん、確実な方を取った方がいいんじゃないと、うん、確実なその振り込み作業の方がいいんじゃないと。そしたらいや、ね、強盗殺人の早いですからみたいな、うん、なっちゃって捕まっちゃうみたいな。ねえ、それはダメですね。ダメだけど、いるんですよね。悲しいですけどね。でもどっちもダメなことだけどね、詐欺も強盗もね、この例は ね。でもナルコスっていう海外ドラマとか見てると、もうなんていうか、世界が違うだけで、彼らは日本の国とかにとっては良くないけど、うん、彼らは彼らで仲間がいて、なんとビジネスやってるんですよね。なんか麻薬ビジネスもそうで、そうするとその中でいいやつや悪いやつがいたりするんですよね。でも私さっき電車で来る途中に小屋のニュースの、はい、その収容所内でも恐怖政治してたっていうのを見てて怖くなっちゃった。なんかそのやっぱり収容所内でもやっぱりいろんな人たちが捕まってるか収監されてて、ね、はい、なんかこの日本人の人たちが来てから、うん、
なんかその自分たちに従わない人にはその焼き入れるじゃないけど、さっきのコーンさん の、あの怖い話じゃないけど、ご相続的なことじゃないけど、習慣所内でもやっぱそういうことがあったみたいだから、こうそうしないとなんかまたいろいろこうバカにされたりとかあるんでしょうね、はい、まあ、どれぐらい儲けてたんでしょうね。すごそう。一番上はすごいだろうけどね、 そこで働いてる下の方とかって普通のサラリーマンぐらいだったりするでしょうね。この人たちが本当にもうこの世のさらに上っていうのはいないんですか。いるかもね、わかんないけど、ね、怖いね。そしたらね、まだここも中堅だったりしてと、本当のやつをバラすように日本に収監したみたいなね、本物大物を捕まえるためにみたいな。じゃあ もっといるかもしれない。なんかフィリピンの中にいるかもね。そうなんだ。じゃあその人も日本にはいないんだ。あ、そのフィリピン人というか、なんかでっかいカルテルの下にいそうじゃないですか。いそう、怖い。この人たちが、はい、まあいいや怖いって、それをこうなんか例の怖い話で、いや違う怖さですね。ね、違う怖さ、人怖ですね。これショートじゃ無理だよねこれね、うんうん、じゃあ次いきますか。はい、メッセージのコーナー、はい、このコーナーでは皆さんからいただいたメッセージを読んでいきます。コーンさん、はい、じゃあ僕が読みますね、はい、コーンさん博士から誰のセリフでもごめん最初からお願いします。博士から誰のセリフなのかが分かりにくい文章というご指摘を受けて、今回の投稿会談ごめんなさいは修正しました。アドバイスに感謝しております。いや分かりやすかったですよね。分かりやすかった。ごめんなさいはね、誰かが分かりました。あれだよな、そのあそこに出てくるその剣道の女性をすごく可愛らしくその、うん、したじゃない、あれって何ですかね。あれはだからそのギャップを示そうとしたんですかね。かもしれないですね。であとやっぱその映画であり、あるあるっていうか、その、はいはいはい、絶世の美少女が実は悪だったみたいな、はいはい、しかも剣道っていうとまっすぐな道というか、いい方にいそうなのにごめんなさいって泣く、うん、そうね、なんか演出変えてもいいかもしれないですよね。演出、うん、そう泣く、それはだから、私はあなたを売ることになってごめんなさいってことで泣いてるんだと思うけど、感情をもうちょっとあらわにしない方がいいのかな。あと私それも恋愛できると、はい、結局そういう美しいからといってそういう人と付き合っちゃうと、うん、自分にも不幸のとばっちりが来るってね、それはあります。思いました。あの美しいっていうのは怖いですね、はい、なんかそこに騙されちゃダメかなみたいな。騙してないんだろうけど、その女性は、うん、ただ年齢もあって見た目が、ね、そこから30年経ったら本当にその美貌を保ってんのってあるけども、その時の多分その女性はすごい美しかったんだろうなって思って。そうね、でも美しい時って別に自分が美しいと思ってない、思ってるけど、うん、当たり前だと思ってるよ。当たり前だと思ってるんじゃない。私が美しくて当たり前で、うん、あるじゃん、亡くなった時に初めてあの頃はすごかったって思うじゃないですか、うん、なんか松坂慶子さんが前テレビでそれを言ってて、はい、うん、その20代の時の私は別の人に感じるのよみたいなことを言ってて、うんうんうん、今だってすごい可愛い、うん、はい、綺麗で可愛いんだけど、はい、20代の時の絶世の美女期は自分が、うん、今の自分が見てもなんか別人っていうか、もう女神だったって自分でも思うみたいなことを言うから、うんうん、へえ、だから普通の人もおかしくなっちゃうと思うんですよね、うんうん、なんかそのある大学で働いてた時に学生の一人がめちゃくちゃ可愛くて、言ってましたね、はい、普通の先生教える側の人がおかしくなってましたからね、うん、そのなんだっけ、そのストーカー的なことストーカーの、あ、それ先生じゃなくて生徒って言ってなかったっけ、ね、まあ、大学院、あまり詳しく言うとあれだけど、まあなんだろう、学生を卒業しているけど先生じゃないみたいな中間的な、うーん、その人にじゃあすごくやられたんですよね。そう、その子がね、でも真面目なんですよ、の女の子男性が、女性も真面目だけど、その男性も真面目だけど恋愛経験があんまりなく、なんかこう狂っちゃったというか、すごいね、そういう人っていると思う。だから僕いつも思うのが、あの犯罪をする男性いるじゃん、うん、ストーカーになっちゃったりとかした時に、うん、その被害者の女性をすごい知りたいんですよね。なんか顔ね見てみたい、なんかあこんな綺麗だったら狂っちゃうなみたいな、その女性は全然悪くないけど、悪くないのにね、うん、それはちょっと知りたいなと。じゃあそんな感じでこれで最後なんですけど、はい、思っちゃったんだから仕方がない、いきますか、
そんなに張り切って、まああと10分ぐらいで終わった方がいいのかもしれないけど、じゃあさ、もう一個さ、私さ聞きたいのがさ、はい、最近さ埼玉と横浜で、はい、あの切り裂き事件あったの知ってる？いや知らない。もうな、私それを見ると、切り裂き事件って何ですか？あのね、横浜のどこか 駅前で、ちょっと調べてみるか。20時、夜の20時に太ももを切りつけられて、はい、男性がね、男性が切りつけられた、そう、で全治1ヶ月の怪我を負って、はい、結局それその男性、あの切った方は捕まったんだけど、はい、あ、そうなんだ。1時間半前にも埼玉の川口市で同じように女性と男性が足を切りつけられてて、はい、で関連性をね、その事件との関連性を調べてるって言われてるんだけど、はい、ああいう結局男性にも女性にもそれをやっちゃってるっていうことは、うん、どういう心理で、すごい女の子っぽい男じゃなくて、いや分からない、刺された人はどんな人か分かんないけど、はい、どういう心理で誰から、要するに振られたから腹いせで刺すとかじゃなくて、どうでもいい人を刺してるわけでしょ、はい、自分にとって面識ない人を、うん、そういうのってどういう心理なのかなと思って聞きたいなと思った。なんかこういう、まあ、これだと横浜市の路上切りつけ、あ、それ神奈川県警容疑者の男逮捕、男してませんので分かりません、うん、否定してますけどね。でこれでなんか、カメラで捕まったんですよね。横浜市保土ヶ谷区保土ヶ谷区の路上で28歳が切りつけられた事件で、4日に会社員の男62歳、結構おじさんです。62歳なのにやってんの、どういう心理なんだろうと思って。まず最近あった事件でなんか無差別に殺した人は、なんだかな、ある恨みがある女性のところに行って殺そうと思ったんだけど、うん、その人はたまたま休みで、休みだったから腹いせに別の人を適当に刺したって。それあれじゃない、小田急もそうじゃなかった？小田急でしたっけ？小田急のそういうのは1個知ってますよね、うんうんうん、あとは無差別ってあんまないですよね。でもね、 あとはなんだろう、秋葉原でいっぱい刺した人もが昔いましたよ ね。あれはなんだろう、掲示板に刺すぞって言って最後にちょっと有名になりたいというか、ああそうそうそう、なんかそういう、うん、願望、なんか有名になりたい願望、うん、だからまあ昔から言ってるあの2チャンネルのひろゆきが、うん、あの後のない人というか何にも持たない人が一番強いっていうね、うん、失っても別に何にもないんで人を殺せるっていうか目立てるっていうのはありますもんね。怖いと思った。なんかこういうのをしかも駅前、こういうのはまたあんまりないでしょ。でもいや、川口とこの横浜がまさに駅前って書かれてて、もうこんなのあったらね、人通りの少ない道とか真夜中だったら分かるんだけど、うん、8時とその前は6時半とか結構人が多そうな時間帯でもこういうことが起きるんだと思うと、駅も、まあ、脳の病気とかもあるもんね。もう駅もうかうか歩いてられないと思っちゃう。まあそれはそうですね、キョロキョロしちゃうそっちが捕まりそうですけど、ね、そうそう、ああこれはでもあんまりない。でもその高知さんのおっしゃるように大抵の場合誰かを憎んでるとか、うん、なんかの場合ですよ。これもあんまりないですよ。じゃあこう心理は分かんないですね、こういう人のね、うん、聞いてみないと分かんない。聞けばね、あのなんかすごい上司に、すごいボロクソ言われて帰り、誰でもよかった、誰でもよかった、なんか、たまたま上司が休みだったんでみたいな、帰りにどこどこで刺したとか。いやだからね、そうスタンド FM でも話したんだけど、私の友達が通り魔に会ったことがあったんですよ、はい、昔学生時代、あの自転車でバーって走ってこられて、うん、普通人がいたら避けるじゃないですか、はい、なので全然避ける気配もなくバーンってぶつけられて られたんだって。自転車ね、自転車、はい、痛いと思ったんだけど自転車だからバーって逃げられちゃって、はい、家に帰ってきて、もうすっごい腹立つお母さんみたいな感じで言ったら、あんたお腹どうしたのって言って、お腹からも血が全部出て、気づけよ、あ、まあまあ、私もそれ言ったの、緊張してたの ね、うん、痛くなかったのって聞いたら、もう怒りと何だったのよっていう気持ちだけで、血を見た瞬間に倒れたって言ってた、その子、その話怖い話になってますよ、怖い話ですけどね。だからそういうの、そっからもう何年も経ってるけど、未だに犯人は捕まってない。それはもちろん逃げられちゃうからね、うんうん、怖いよ本当今。あ、でも僕が怖いのはやっぱ近所とか、近所誰かに恨まれるとかの怖いですけどね。え、あの話ってなんかさ前言ったじゃん、近所に怖い話あったって。何それ、え、それ秘密じゃないですか。秘密わかんないけど、やめましょうか。
近所で怖い話あったよねって。それは秘密にしましょう。分かんないけど後でまた、うん、じゃあまあ思っちゃったのが仕方ない、はい、じゃあどうぞ。はい、ないですか。1個ぐらいだったらあるよ。あ、1個ぐらいある。じゃああと5分ぐらいで終わりにしますか。あ、僕じゃあ1個言うと、うん、藤井聡太っていう将棋棋士いるじゃないですか、うんね、うん、あの人ってインタビューに答えるんですけど、うん、大抵のインタビューの答えがすごいつまんないんですよね。へえ、そうなんだ。なんていうか正解しか言わないっていうか、例えばこれ、まあ、五感ですけれども、次どうしますかって言ったら精一杯やり抜きますみたいな、うん、それ答えじゃん。なんていうか遊びがないっていうか、例えばなんか、もう俺は行くとこまで行ったんで実力見せてやりますよみたいなことは絶対言わないじゃん。うん、だそういうなんだろう、まあテニスでもサッカーでもなんか分かんないけど、すごい上の方になっちゃうと なんだろう、僕でも答えられるような当たり前のことしか言わないなと思っちゃったんだから仕方がない。え、じゃあ自分だったらなんか抱負お願いしますとか言われたらなんて言う。いやもう僕もあの今この SNS の時代だから正解言っちゃいますよ、ね、言っちゃうよね。そうそうそう、私が選ぶもん言葉なんか、なんでしょう、応援してくださる方々のおかげでここまで来れましたと。これ絶対入れない。これ絶対入れないといけないもんね。そしてなんか、まあ相手も気を遣わなきゃいけないし、負けるかもしれないんで、次は全力で頑張りたいと思いますっていう、すごくつまんないことしか言えなくなるっていう。なんか私だったらこうちょっと上から、はい、おー、まあ、いいね。言いたいけど、結局言うとアンチみたいなのが湧いてさ、そうそうそう、でね、なんか叩かれるのうちだから。つまんないことしか言えなくなっちゃいますよね。だから藤井聡太の裏、藤井聡太の裏垢とか見たいですよね。あるのかな。本音を教えてくれってなりますね。でも本音を言うとすぐに叩かれる。本当に最近のなんか LGBT に関してどっかの書記官がオフレコなんだけどなんか見るのも嫌だって言ったんですよね。ああ、そういうこと、ね、恐ろしい発言です。そんなこと言ったら絶対終わりなんだけど。うん、本当だね、うん、まあまあどうぞ。じゃあ今それで思い出したんだけど、はい、そのね、うん、あのワイルドなショーで回転寿司のやつやってたって言ったじゃない、はい、醤油ペロ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 で、アツシが出てたのよ論文の、はいはい、あの人が面白いこと言ってたんだけど、うん、今だからこれフィーチャーされちゃってるだけで、うん、昔だって俺たちの時代爪楊枝おじさんと呼ばれてるやつらいたじゃんとかって言って、どういう人かっていうと、うんうん、爪楊枝、飲食店に爪楊枝立てってあるじゃないですか、いっぱいぶっ刺さってるでしょ、うん、あれガリガリやってそこに戻してるおじさんいっぱいいたじゃんとかって、いっぱいいたの、そうなんだと思って、でまっちゃんもいたいたって言って、いやいないでしょ。私それを聞いて、うん、じゃあ絶対爪楊枝ももう使いたくないと思っちゃった。怖いな、見たことないけどね、いっぱいいたって言ったよ。あとでももう一つ思うのは、そのペロペロお兄ちゃんとお兄ちゃんその爪楊枝戻すおじさんって全然違うじゃん。違うっていうのは、それ悪意ないもんね。どっちも悪やるでしょ。いや、わざとやってんのそれ。わざとだって言ったよ。使って、なんかどこに戻すか分かんないんで、もっと戻したんじゃないか。違う。そんな人いる？そういうことじゃないの。そういうことじゃない。一緒なの。だから、まっちゃんが、そうなんだ、面白いこと言ってたんだけど、あの、M1 とかで審査員してるじゃない、はい、まっちゃんとか。俺は、あそこのね位置に来るもうレベルの高いお笑いを審査してる立場なんだけど、はいはい、うん、それ以外のそういう SNS でチュッチュッてあペロペロやって戻すとか、もうほんと底辺の中での笑いっていうのがあって、うん、そこで受けたらよしみたいな感じなんだろうなみたいなことを言っててね、小さい M1 グランプリみたいな感じで、でその中にもあのこれは好きだ、この笑いは好きだけど、うん、こっちはつまんないとかね、うん、面白いこと言いますね。そう、そういうのなんだろうなとかって言ってて、確かになるほどそうなんだ。じゃあ SNS に上げるのも、うん、あれはチュッチュってやるの面白いと思ってやってるんだろうね、うん、って思ったのと、その後つまようじおじさんはちょっとやだり、つまようじおじさんいっぱいいたよなって、怖いっていうか、そんな初めて聞いたけど、なるほどね。その時代は SNS がないからわざわざそのおじさんを撮ってないだけでいっぱいいたって言ってた。誰を、身の回りにいるおじさん、別のおじさんを笑わせてたの分かんないけど、悪気あるでしょ。だって捨てればいいものをさまた戻すんだもん。いや悪気じゃないと思って、使ってこう無意識に撮ったものを元場所に戻すみたいな。え、むしろいい人いい人っていうか普通の人いや違うと思う。違う、あ、そう。
かしい。あと僕思ったのは、うん、じゃあ次行くと、はい、あの僕目が、近眼なんですよね、うん、で、一方で老眼も多分あるんですよ、うんうん、今ちょうどいいんですけど、うん、あの自分でピントを合わせられるメガネって欲しいなと思ったんですよね、うん、遠くを見るとき遠く見えないんだけどこうやってネジを回すと ピタッと合い、近くで見えなかったらこっち回すと合うみたいなのって、うん、よくないですか。だから今白内障の手術すると、はい、その目の中でピント合うみたいですよ。ピント合うって言ってるけど、こう近くとかこういうどこでもピント合わせられるんですか。あ、でもどこでもじゃないのかな。なんかレンズ、うちの母があの白内障の手術した時に、はい、レンズ選べたって言ってた。あの遠くみたいな。でも多分変えられないですよね。変えられないかもね。中に入れちゃった。それを指で合わせる。でも調べたらあったんです。本当？メガネが？メガネで自分でピント合わせられるんですよ。すごくないですか？でも5,000円ぐらいです。安いね。安いんですよ。なんかうちのおばあちゃんのその怖いおばあちゃんが昔つけてたメガネって、はい、多分そういうのなんだろう。焦点メガネじゃん。あ、なんかもう一個半分上と半分下。そうそうは。でもそれって見る場所が変わっちゃうじゃん。その下を見るときは多分近くが見えて、上を見るときは遠くが見えるっていうのに、うん、こう視線を変えなきゃいけないですよね。でもこうネジで変えたいんですよ。でそれの自動も欲しいなと思って。最近あの視力を測るときになんか気球みたいなのができて、うん、それ昔から最近じゃない。あ、そう。それで勝手に合うじゃん。合う。視力、うん。あれをメガネつけてくれればいつでもこうパッて合わせてくれるじゃんメガネは、うん。そういう自動のメガネ欲しいなと思っちゃったんだから仕方がない。じゃあその話だよね。思い出したことね。はい、あの老眼もあるって言いましたね。はい。近眼と老眼だったらどっちがいいですか？近眼。なんで？若いから。そういう。うん、そういうのじゃなくて、そう、なんでって今聞いた時なんて答えるかが知りたかったの。河本ひろとさんがそういえばそういう話してたなっていうのを思い出して。あ、なんでって言ってました。俺は近眼でね、近いものしか見れないらしいのね。なんか詩人的なこと言ってたな。でも近いものしか別に見たくないから、遠くのもの見たくないから、近いものが見えてよかったって思うみたいなこと言った時にかっこいいって思った。かっこいい、まあね、河本ひろとか言ったらかっこいいからね。河本ひろとっぽいって思った、うんうん、うちの娘が目が悪くて、まあ、眼鏡してるんでかけてるんですけど、かけてない時に何て言ったかっていうと、うん、別にこの世に見るべきものなんかないかっこいい。それ中二だから、やっぱ中二病でしたね。 あの子じゃ、あの絵描いた子。そう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 。え、そういうこと言う感じしないよね。そう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 。ちょっとあの LINE のさ、あれにさ、優しい、え、ね、しゃぶよ行きたいみたいな書いてあったでしょ。はいはいはい。え、かわいい、連れてってあげて、私が連れてってあげようかと思ったもん。連れてあげてください。しゃぶよでいいのと思って。しゃぶよ行きたい、うん、じゃあそんな感じで終わりにしますか。はい、あ、まあもう一個あったの。もう一個お願いします。じゃあ、はい、ね、そうそう、内田さんっていうね、うん、こちこの部屋に投稿階段をいつも送ってくれる男性がいるんですけど、はい、その人よく私の似顔絵っていうのを描いてくれるんですよ、うんうん、ちょっと私から言わせてもらうと似てないっていうか、別に似てなくてもいいんだけど、うん、ちょっとこの絵は私に対してすごい失礼じゃないっていうぐらい、うん、なんかそういう絵を描くんですよね。それどこかで見れるんですか？あ、そう、ショート動画で見れるんですけど、うんうん、だから慶応さんが絵描くときって私のことすごい可愛く描いてくれるのに、博士のことすごい写実的に描くじゃないですか。みたいな感じで、いや私こんな顔じゃないと思うぐらいすごい変な顔に描くんですよ。で、私音声配信でね、あの流行語大賞にノミネートした知らんけどっていう言葉が嫌いだっていう話を聞きましたね。したのね、うんうん、絶対内田さんね、私の配信聞いて いるんですよね、はい、で聞いてるはずなのに、そしたらその数日後にもっとそっくりに描きましたって送られてきた絵がね、私の似顔絵がすっごいさらに変な顔にされてて、はい、さらに隣に吹き出しで知らんけどって書かれてた。うわ、それ嫌なやつじゃん。だからそれを見た時に、え、内田さん私のこと嫌いなのかなって思ったっていう話。あの怖い話は怖いんですか？怖いです。あ、そう、うん、そこは本音で。本音で怖いです。じゃあ空気読める人かもね。え、だからこの人ってどっちが本心なんだろうって思って、なんかいい人はいい人なんですよ。ちょっと見てみたいな、その似顔絵似顔絵をね。見てみてみましょう。今見ますか？こっちか。もう時間的にそろそろやばいので、まあでも一応終わりますか。見てみます。はい、はい、じゃあそんなわけで
片付けもあるんでそろそろ終わりでということで、録画止めますね。はい、ありがとうございました。さようなら。